それでは本日のゲスト、カノンリエさんでいきます。せーの、いいね。まあ、最初に僕から紹介していいですか。はい、お願いします。カノンリエさんはですね、まあ、ビジネスどんなことをやられているかはこの後深掘りしようと思っているので、はい、僕との関係性なんですけど僕との関係性なんですけど、まあ、今特にがっちり組んでいるのはカモビズ、はい、オンラインサロンのカモビズでシード、はい、まあ、シードっていうのは伸びしろがまだまだあるよねこの人っていう人を僕が選ばさせていただいて、うちのチームのコンサルを受けていただいて大ブレイクしていただくことが確定している方でございますので、間違いないですね。まあ、その流れの中で今日もね、YouTube 対談をやらせていただいて、より、まあ、カモチューブを聞いてくださっている方にも、カノンリエさんが提供できる価値の内容を知っていただいて、はい、あ、これ私本当にこの人から学んだらもっと良くなれるわとか、うん、あ、自分の会社にこの考え方とか、リソースを入れたらね、自分にとってもメリットあるなって思う人きっとたくさんいると思うので、はい、いろいろ深掘りしていきたいなと思います。あ、嬉しいです。よろしいですか。よろしいです。 YouTube で公開丸裸で描いていきたいと思います、はい、で、実際にカモビズとかあとはコンサルをやってて、僕から見て、はい、リエさんのビジネスってむちゃくちゃたくさんあるんですけど、はい、一番強いなと思ったのが、はい、商品作りの超プロだよね。あ、そうですか。いや、今までに自分で作った商品って何個あります？何個でしょう。多分数えきれないくらいあると思うんですけど、まあ50個は優に超えると思います。え、ちょっと待って、起業して何年？11年目です。同じだ。はい、起業して11年で50個やばくないわ。あ、でももっとあるかもしれないですね。60、70あるかもしれない、オンライン商品とかも含めると。でしょ、はい、あると思う。はい、そんだけ作る人います？見たことない。あ、そうですか。え、でも、まあ、ほら、自分自身もコンテンツを作ってる人間なので、うん、コンテンツ作りがいかに時間がかかるかとか、はい、まあ、ちょっと言い方がオーバーかもしれないけど、なんか、お客さんの成功のためにコンテンツ作りをしてるじゃない？はい。もう作ってる最中、個人的な意見。はい。もうね、もう吐きそうなぐらい伝える。あ、商品作りって生みの苦しみ、生みの苦しみ、はい、産んだことないけど他のものは、はい、コンテンツしか産んだことはないけれども、はいはい、もう本当になんか、うん、なんだろうな、セオリーがあったらいいなって思っちゃう。へー、でもあるでしょセオリー。はいはい、フレームワーク化して。そう、フレームワークそれを知りたい今日は。それ今日マジで教わりたいモードです。あ、いやー、超嬉しい。僕パワープレイで商品作ってるんですよ。パワープレイって何？パワープレイって、はい、いやー、これだーこ、うわー、感動するみたいなそういう作り方だから、はい、ちゃんと、こういうお客様はこういう悩みを抱えていて、そのためにはこういうリソースが必要で、これは不必要で、これはここにセットして、はい、順番はこう並べ書いてるから、むちゃうまいじゃん。うまいんですか、ね、プレゼンもすごく理路整然として分かりやすいんですよ。嬉しい。だからきっと整理整頓力が高いっていうのは分かるので。ああ、それが知りたい。ありがとうございます。整理整頓力高いじゃん。高い、むちゃくちゃ高い。少なくとも鴨頭義人の760倍ぐらいある。その760倍って何？直感直感、うん、直感大体そんな感じっていう。すごいなと思って。僕なんかは例えば話し方の学校ってもう8年やってるんですけど、はい、16回改善してやっとだいぶ完成してきた、はい、いやいやいや、でもそうです。商品はでもそうだと思います。あ、そこは同じなの？そこは同じです。あ、なるほど、はい、だからじゃあ生みの苦しみもあると。あります、あります。あ、もうすっぽんすっぽん暗算ではない。なるほど。毎回、はい、でもフレームワークはもう持ってるわけですね。そうですね。それ知りたい人多いんじゃないですか。いや、僕も、はい、そのカモビズもそうだけど、ビジネスの例えばビジネス実践塾とかやってると、うん、Q&A やるんで、はい、で Q&A やってる中で、はい、一番、聞かれても、はい、答えても、はい、本人が実現できないのが、はい、商品作り。へー、そうなんですね。だからね、そうなんですねっていうセリフが出ている時点で、はい、商品作り私は紙レベルよって言ってるようなんですよ。そうなんですよ。そうなんですね。本当だから、それぐらい多分、うん、他の
作れない人に比べるとフレームワークを持っていることによって理路整然とサクサク作れてるんですよ。はいはい。だそれをなんか要定というか、はい、どういう考え方を持てば商品作りできるかっていうのは、はい、ちょっと視聴者の人にも、うん、あ、はい、こんな超有料級だけど、へー嬉しい。いやでも、いや嬉しいと思います、見てる人は。ありがとうございます、うん、そもそも、はい、商品作りって誰もができないじゃないですか。誰もできます。え誰もができます。誰もができます、はいはい、誰もができます。いやできないでしょ。フレームワークを知らないだけなんです。ああそういうことか、はい、いやいや例えば僕も元マクドナルドじゃないですか、はいはい、でこれもちろんマクドナルドを卒業して独立した人全員の履歴は追えないので、はい、ざっくり自分が知ってる範囲の人で言うと、はいはい、マクドナルドを退社して独立した人の数はすごい、もう数万人多分いらっしゃって、はい、僕はそのうちの一部の数百人しか知らないが、はい、その数百人中商品作りができている人って、はい、多分10人いるかいないか。だから僕の情報だから100人中の1割です、はい、9割は商品が作れないから大体、どっかの企業さんの依頼の仕事をやるか、はい、フランチャイズをやります。へで多分それは想像だけど世の中の多くの人の平均じゃないかなと思ってるんですよ。なるほど。おそらく10人に1人、うん、それぐらいしか商品作れる人は今現在はいないと思うので、ということは商品作りができるようになると、多分起業してる中のトップ10%には入れるんだと思います。トップ10%。はい。商品作りができるっていうだけで、はい。それぐらいパワーがあることです。いやマジで。はい。でもだってね、はい、教会の教官員さんとかいっぱい今まで教えてきたりというか、はい、350人くらい。そのうち、はい。リエさんがフレームワークを教える前から商品バンバン作れていた人ってどれぐらいいますよ。協会は私が作った商品を使っていただいてるんですよね。ということは商品を作れない人たち、はい、作らなくてもいいよってモデルでしょ。そうです。それなんでかというと作れない人がいるっていう前提で作ってある。ああそうですそうですそうです、おっしゃる通りです。そうだよね、はい、その前が幸せ女性企業塾って企業塾をしていて、はいはい、商品の作り方はセールスマーケティングって教えてたんですけど、うん、商品作ることが面白くて起業じゃないかと私は思ってたんですよ。ああそういう人が多いんじゃないかと。はい、その商品を作れるから起業なのに。違います。そうなんですね。それカモさんの講座で分かったんですよ。違います、はい、商品を作れないけど起業するんですよ。でも商品作れなかったら価格ついてないじゃないですか。名前もついてないし、どうやって売り上げ立てるつもりなの。だから売り上げ立たないです。ああ、そのことにいつ気づくんですか。気づいた時には時すでに遅しの人が多いから、はい、今日話そうって。なるほどね。いや本当ですよ。だから極端なこと言うと、多分見てる人の中にはすでに独立起業して商品を作られている方も多分見てると思います、はい、それから起業したんだけど商品が作れなくて困ってらっしゃる方も見てらっしゃいます、はい、そして、まだ起業する前の人で、起業することだけは決めているが、はい、起業するにあたってどの能力が必要かがまだ分かってない方もいらっしゃる、はい、そこからいきましょう。まだ3つ目の方、はい、起業することは決めてるけど起業することは決めてるけれども、はい、何をするかって分かってない、はい、3番目の方に、うん、まあ、ご説明したいんですけ ど, なるほど、商品サービスを作ってセールスマーケティングをして、うん、でその、まあ、何の商品かによりますけどサービス提供するっていう、うん、まあ、この3つのフレームワーク、うん、はい、これがまあ完成品ですわ。完成品です、はい。で、カモさんがおっしゃってた9割の人の、1パターンフランチャイズする。ああそうそうそう、はい、これまさにそう。フランチャイズの方は商品をフランチャイズのところから借りてそれを売ってでサービス提供するから、この3つよりも1個減るんです、うんうんうん。で会社員の場合何してるかっていうと、はいはい、現在会社員の人はどうなってる、はいはい、この商品サービスでセールスマーケティングしてないんで、はい、ね、サービス提供だけをしてる。分かる。マクドナルドで働いてる時これは、はいはい、そうですそうです。商品サービス作りするのは商品開発本部とか、はい、そうです、ワールドワイドのマクドナルドとかで、はい、でセールスマーケティングはマーケティング本部とか、あ、そうですそうです、やってくれてて、はい、お店でいらっしゃいませお店でセールスそうそうそう、はい、おそうだそうだ。で僕独立した時、はい、何やってたかっていうと、はい、講演家はやってたんですけど、はい、講演家で実際は食えてなくて、はい、その時に最初にやったビジネス、はい、酪農なんです。あ、まさにフランチャイズ。なんでかっていうと、はい、
商品作りができてなかったから、あー、これをお借りした酪毒の商品を自分でセールスマーケティングしてサービス提供して、はい、やっと生活ができるようになった。まあ、分かりやすく言うと話し方の学校という商品作りを初めてやって、はい、それができてやっとここまでいったって感じ。それで何年かかってるんですか？8年やってるから今11年、3年目にやっと作れた。なるほど。ここは何年目なんですか？2年間、独立して2年、丸々2年これでやった。あ、じゃあ1年目、2年目、3年目で、やっぱ3年目からドカン、はい、あ、なるほど。もう見事にとか、今ヒロキンがうーんって、カメラもうーんって、つらかったって、この期間つらかったの。うちはここの時からヒロキンがいらっしゃって、ヒロキングさんは、はい、こう、ヒロキングさんはね、ここの何もない時からここの期間まで一緒にやっていて、あ、はい、まあ、ずっとやってくれてます、はい、この期間つらかった。あ、でも、まあ、救われたっていうのもありますけどね、フランチャイズで、はいはい、これがなかったらもうね、はい、終わってたんで。あ、これに行こうっていうのも決断じゃないですか。はいはい。何がきっかけでそれに行こう、商品を作るのではなく、この借りようっていう考えになった。あ、それはシンプル。はい。売り物がないってことに気がついたから。でもなんか売り物がないってなった時に自分で作ってみるじゃないですか。作り方全く分かんなかった。あ、なるほど。多分ゼロプリーズ。ゼロプリーズ。ゼロプリーズ。ということは1ミリも分かんなかった。商品を作る。だからここにいたの。あー、じゃあ。ってなったら、これもうちょっとこれってやっぱでもバージョンアップしていく感じにしてます。もう僕ここにいたわけですよ。はい。ほんで思いだけで独立したわけ。はい。世界を変えるみたいな。なんか僕の場合そういう人が多いんですよ。とっても危険な状態だったんですよ。はい。だから全然食えなくって、はい、で食っていくためにはどうしようっつって、はい、商品がなければ、はい、だから極端なこと言うと、はい、あの、なんかね、セールスに自信があったんですよ。はいはい、セールスすごい、でもめちゃめちゃ得意。セールス、なんかね、自信があったっていうのは間違いだな、はい、当時はセールスがこんなに楽しいんだと思ってた。へー、むっちゃ楽しいって思ってて、はい、その自分が楽しいと思ってるってことはきっと得意になるだろうと、うんうんうん、それなんとなく予感がしていて、はい、でもセールスしたいのに売るもんがない、はい、あ、売るもんがない、うん、極端に言うと、はい、俺ってすごくないみたいなことを言って、はい、はい、でそれってある程度伝わってるの分かるんだけど、はい、でもね、お金がもらえないんですよ。あ、分かりますか？はい、分かります。だから僕は人の印象に残るはできてたんですよ、はい、だけど売り物がないから売り上げが立たないんですよ、はい、いや、これね、言葉にすると、はい、当たり前じゃんって聞こえるけど、はいはい、結構やらかしてる人いるんですよ。あ、じゃあさっき言った3番目の会社員だけど、これから何したらいいか分かんないって人は、この3つしたらいいって分かるけど、カモさんもここだったってことを聞くとめっちゃ勇気が。そうですよ。はい。全然分かんなかった。はい。なんか勘違いが起きるんですよ、ここ、はい、ここにいると。ほうほうほう。売ってるから。はい。売ってるから。実際提供して、価値提供して、お客様にありがとうって言われちゃってるわけ。あ、マクドナルドの時。そうそうそう。はい、で、なんなら、会社の中で優秀って言われちゃうわけ。はいはいはい。会社の信用財産溜まって。そうなのよ。はい。でも世の中に出ると、はい、これとこれないと、はい、売上ゼロ円なんで、そうですね。なのでございますよ。はい。お仕事もらえない。そう。はい。それは独立するまで気がつかなくて。そういうもの。そういうものですか？そういうものなんです。そういう人いっぱいいると思いますよ。僕だけじゃないと思います。じゃあ、起業してうまくいってない人が2番目のパターンでした。そうです。その人も、じゃあこれ知らない可能性。知らない可能性があります。なるほど。で、僕の場合はやっとそれに気がついて、はい、でも商品作る、作り方がわからないから、はい、商品を人から、お借りして売ろう。はい、や、フランチャイズだ、はい。っていうふうに言って、ここへ行きました。はい、2年目、3年、はい、でここからどういう飛躍を遂げるんですか？でも正直言うとですね、はい、僕が最初に商品作りしたのは、はい、人に頼まれてたんですよ。西戸明子さんっていう、はい、初代話し方の学校学長が、うん、はい、生徒だった僕に声をかけてくださって、はい、今まで、まあ、西戸明子さんがね、はい、これまで私はワンデースピーチ講座っていうのをずっと何年もやってきて、うん、はい、分かったことがありますと、はい、なぜかっていうと、スピーチはワンデーで教えても喋れるようになる人がいない、はい、確かに。やっぱりじっくりと連続講座にして、はい、当時はね、1年間の講座がいいって言ってたんですけど、はい、連続講座にしてちゃんと積み上げていかないと人は喋れるようにならないっていうふうにおっしゃって、はい、で、鴨頭さん一緒に作ってくれませんかって師匠に言われたから、もう嬉しくって、やりますやりますって、はい、話し方の学校の
いわゆる第1期のコンテンツを半年分作るのに10ヶ月、はいはい、10ヶ月もかかりました。へえ、まあ、西田明子さんがすごくクオリティを下げるのが嫌な方で、その当時に読んだ話し方についての本は、はい、マジで200冊ぐらい読む。すごーい。だから西戸明子先生はそれでも飽き足らず、はい、英語のスピーチの本を読み漁りました。もう売ったらいいですよね。はい、でもほら、わからないですよ。はい、西戸先生も連続講座初作り。あ、はい、鴨頭義人初作り。はい、どこが、ゴールがわからない。なるほど。でも、はい、今思うと、はい、その10ヶ月むっちゃ価値があったんですよ。あーと言いますと、商品作りにおいて、はい、必要な要素と必要のない要素っていうことを整理整頓するっていう経験を10ヶ月するだろう、大きかった。だから僕がその後ビジネス YouTuber の学校だったりとかコミュニケーションの学校だったりとかビジネス実践塾だったりとか次々コンテンツを生み出しているベースは全部そこにある。すごーい。役に立ちました。もちろん生産性はだんだんその後上がっていくので、はい、前は10ヶ月かかってたことが今だったら2ヶ月でできる、5倍ぐらいで早くなって、うん、それは価値があったと思ってますけど、でもまさにこの順番、これなんか鴨頭なんですか。いや、この説明をしてたんです最初、はい、起業したいって方に、はいはい、まずピンと聞いただけなくて、はい、なんでかというと、はい、できてると思ってるから。あ、そうそうなんですよね。そう、ここの色を間違えてる。そうですね。でも会社にさ、これしかやってませんよっていう話を言って、でこの話をして、セールスマーケティングが嫌だって人がいらっしゃるんですよ。起業して、セールスマーケティングするの私やったことないから嫌です。でもそしたら起業できないじゃないですか。だからもうこの商品作りは避けられるけど、フランチャイズで。確かに。これは避けられません。おお、確かに、はい。このパターンお前変な。そうなんですよ。で、このパターンはフリーランスで、お仕事依頼されて。あ、そうですか、そうですか。それはあるか。はい。あと、法人研修会社から、セミナーやってくださいとか。はい。それはあるか。じゃあ、さっきのカムさんの話なんですけど、はい、商品を作るときに、うん、これね、これをもう一個フレーム化しますと、はいはいはい、よいしょ、ババンと。この商品サービス作りがこの5つのフレームワンでまたなる。ちょっと待って、はい、商品設計のスイートスポットアンドストロングポイント、はい、エロくて強い感じですね。そうなんです。いいですね。ありがとうございます。いろいろ知りたいですね、はい、これは自分が好きで思いがあって、はいはいはい、でしかも自分ができる。あ、スイートスポットっていうのはこう燃える感じ。この赤いところですね。え、このスイートなスポット、あ、ここ、はい、重なり重なり。ああ、そういうことか。はい、で、カムさんが情熱があって、カムさんができることで、お客さんが求めていることで、競合がやってないこと。で、時代にマッチしていること。売れるに決まってんじゃん。ですよね。それなんですよ。絶対売れる。そうなんですよ。なんかもう、売る前から売れてるようなもんじゃん。そうなんですよ。おうおう、で、ちょっと整理しやすいです、ね。はい。これで皆さん作ったらいいです。おー。今、うちが爆売れしている商品に、はい、コミュニケーションの学校ってあるんですけど、はいはいはい、もう鴨頭の人にとってコミュニケーションってど真ん中で、はい、むちゃくちゃ教えるのがうまくって、はい、で時代、はい、今コミュニケーションってインフレが起きてるんですよ。インフレ？要はコミュニケーションって今制限されてたじゃないですか。ああ、はいはい。でしかも新しいコミュニケーション増えたでしょ、ズームとかも含めて、はい、リモートワークとか、はい、だからコミュニケーションの価値って今、はい、コミュニケーションが制限されるってことは、はい、コミュニケーションが減るってことです、はいはいはい、減ると価値って、はいはい、高まる。そうなんですよ。だから時代が来てるんですよ。じゃあニーズも高まってて、そう、お客さんも求めてるんですよ、はい、で競合がコミュニケーション今力入れてないんですよ。あ、へえ。みんなオンラインコミュニケーションしかやってないから。ああ、なるほど。うちはもうど真ん中行ってるんで。じゃあスイートスポット&、もう完全にスイート&ストロングですね。です。はい、なのでここなんで売れる SPSP です。なるほど。だ、わかりやすい。や、よかったです。でも、はい、起業したてで、はい、すごく素敵で、はい、すごく情熱的だけど売れてない人って、はい、ここだ。そうなんですよ、そうなんですよ。で、はい、で厄介な病気の方、厄介な病にかかられる方は、はいはい、これと、はい、これが一致してると思い込んでる。ああ、重なってると思っちゃうわけ。なんで重なってると思うの？
あ、なんかね、はい、これ僕の表現なんですけど、はいはい、まあ、例えば店舗ビジネスとかでもそうなんですけど、はい、コンテンツビジネスもそうなんですけど、はい、一番危険な言葉っていうのが僕の中にあって、あ、何ですか？それは、はい、私がお客様だったら、あ、これが一番落ちちゃいけない落とし穴だと思ってて、そう思ったのはなぜなんですか？そんなこと言ってる人みんなうまくいってね、あ、統計的にカムサンデータ、だからもう一言で厳しい言い方すると、はい、お前はお前のペルソナじゃないと。あ、だってそう当たり前じゃないですか。例えば僕は話し方の学校とかやってるじゃないですか、はい、例えば上がり症で困ってる人が入学してくるんですよ。確かに確かに、上がり症じゃないですそうですよね、カモさんから一番遠い人が入ってきますよね。そう、もうだから僕は僕の商品のペルソナから一番遠いんですよ。あ、なのにそう思ってる人ってここが重なってると思っちゃってるわけ。自分がなんかお客さんだったことがあったら、そう、はい、じゃない、じゃない。だからなんか、はい、例えば、コーチングで、はい、メンタル病んでたのが救われたっていうと、うんうん、はい、すぐコーチングで出てきて、あ、はいはいはい、気持ちはわかんのよ、はい、で否定するのもかわいそうなんだけど、しげえって、どう言うんですかそういう時は。違うよそれがカモビズで商品設計について相談されたら一番しっくりきてないっていうのは、あのご相談したらこの好きで思いで情熱があって悩みを克服した実績もあるから否定しづらいってことなんです。そう、気持ちとしてはね、はい、でもそこは愛を持って否定してあげるんだけど、はい、実際には、そうじゃないよって言ってあげなきゃなと思ったけど、ただなんて言えばその後彼彼女が腹落ちしてくれるか、そう、腹落ちしたり実際の商品作りのモードに行くかが分かんないんで、はい、先生教えてください。ありがとうございます。ダメなことまでは分かってます、はい、どうすれば作れるのか、もしくはどうすれば作れなかった人が作れるに変わるのかがまだ分かっておりません。はい、分かりました。この迷えるかもしれない。カムさんは迷ってないです。カムさんはちょっと迷ってないですけど、はい、一番はあのこのピンクと青、これもしかして、はいはいはい、ここからフレームワークですか。皆さん、ここからフレームワークですよ。はい、お待ちかねフレームワークでございます。あのこのピンクは皆さん結構分かってるじゃないですか、はい、好きで思いがあるというか、はい、この商品、はい、ここはみんな持ってる、はい、で一番間違うのがこのブルーのできること、技術、実績って何かありますかっていう棚卸しが終わってないんです。なるほど、はい、で終わってないまま、お客さんのリサーチをしてないんですね。はい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 、で過去の自分だけがお客さんだと。確かに一人だ、はい、一人マーケットに投げてる、はい、で私は女性の人に起業してるんですけど、女性の人の特徴があってみんなそう言ってるんですって言う時は、絶対嘘そのみんなって時は人数があるんですよ、ご存知です。女性の人がみんなって言った時のみんなって誰かを因数分解すると必ず同じ人数にたどり着くんですけど、おもろ僕の感覚で言っていいですか、はいはい、みんなといえば、はい、30人以上。ああ、30人、うん、そんな人はすごい優秀です。うん、正解っていいですか。はい、3人です。みんな統計取っていくと、はい、み、ん、な、みんなって誰ですかって言うと、お母さんと、とか、友達と、して、でしたら3人で終わるんです。なるほど、面白い、はい、世界小さー、世界ですよみんなって誰って言うと、あ、だからまあ、だからマーケットサイズがちっちゃい設計をしちゃうんですよね。あ、そうそうです、なるほどなるほど。で、カモさん嘘じゃないもんね、3人いる。まあ嘘じゃないです、ね、でも3人のマーケットに慣れても整形は成り立たない、はいはい、そうですそうです、だしその3人の言ってることが全てだって思っちゃう。あ、で、なるほどなるほど、あのリサーチのデータが少なすぎる。やっぱり家にいる人だからだ。まあ、そうかもしれないですね、うん、普段の日常生活の範囲が、はい、いい悪いじゃないですよ、はい、狭いまま、はい、ビジネスに行こうとしてるから、あ、そうです、合ってないんですね、はい、かわいそう。そうですね、いや大変ですよね。そうですそうです。で、カモさん、先ほどの西田子さんの話あったじゃないですか、はい、でここの青を、最初にすごく棚卸しすることが大事なんですよ。なんでかというと、このピンクは女性の場合は特によく分かってるし、カモさんもカモビズの方も熱い思いに共感されてきてるので、ピンク結構持ちやすくしっかりと。ピンクボーイズとピンクガールズ。そう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 。大体ピンク。はい。なんですけど、ブルーがまだしっかり棚卸ししきってないんですね。なるほど。で、このピ青をどうやったら分かるかっていうと、ちょっとこの質問持ってきたんですけど。おお。はい。あなたがよく相談されることは何ですか。おお、なるほど。で、西田明子さんに相談されたことは何でしたっけ。
スピーチを、実際に身につけられるようになる人を育てる方法を知りたい。はい。っていうブルーを相談されてるものを商品に、先ほどの3つで言うと商品にしてる。なるほど。そこから導き出されたのが、はい、スピーチはいきなりコンテンツとデリバリーに行っても身につかないから、はい、マインドから出てはいけないっていう答えが出て話し方の確保できた。はい。でここを相談されることはって質問に答えるとすると絶対自分じゃない人から相談される。うん、そうですね。はい、これがまず一つ。なるほどなるほど。で、カマさんが今よく相談されてることは何ですか？今、はい、今どうやったらビジネスが伸びますか？伸びますか？どうやったら思いを伝えられるスピーチ力が身につきますか？身につきますか？YouTube どうやったら伸ばせますか？伸ばせますか？それから影響力はどうやったら手に入れられますか？影響力。それからなんだ、組織作りだね。あ、マネジメント、チームビルディング、マネジメント、リーダーシップはどうやったら身につけられますか？はい。それから、夫婦関係はどうやったら良くなりますか？はい。絶対答えないけど、子育てはどうされてますか？はいはいはい。あ、でも最近ちょっとあるのが、あ、一番多いですか？多いのと少ないのが、どうやったらいつもそんなに元気でモチベーションが高くいられるんですか？はい、はい、めっちゃ聞かれる、はい、それともう一つが体作り。あ、それ最近聞かれるようになった。はい、その体作りは今度、あ、やりますよ、はい、カモザップ。カモザップ、うん、オープンされます。カモザップのネーミング大丈夫かどうか置いといてパーソナルジムやります。はい、サプリメントも全部揃えて、はい、元気な理由をあれしますよね。確かに確かに。で、奥様と夫婦で講演やります。やってます。やってますよね。やってます。やっぱりやってます。で、コミュニケーションについても。コミュニケーションの学校やってるし、話し方の学校やってるし。はい、YouTube もやられてます。YouTube もやってますね。はい、全部。リーダーシップもマネジメントも企業講演でバンバン喋ってますね。ですよね。ビジネス思考力トレーニングっていうツールまでこう、作ってリリースすることになってます。管理職研修もやってます。全部商品化。承認力アップ講座っていうオンライン講座も今企業で売ってます。素晴らしい。全部商品になっちゃってる。もうできてるんですよ。あ、そういうことか。はい。え、超簡単じゃん。そうなんですよ。で、まだあるんですよ。あ、これ。はい。もう一回いきますね。はい。あなたが人よりも優れていることは何ですか？うん、おー。はい。これの質問に答えると、カモさんなんて答える？僕？はい。誰でも知ってることを、とんでもなく心に響くように喋る力。はい。しかもわかりやすく。はい。はい、それですね。だから、はい、なんか、ある意味トランスレーターというか通訳者だと思ってるので、うんうん、みんながなんとなく知ってるけどもできてないとか、なんとなく知ってるけどもその深さがわからないとか、うんうん、なんとなく知ってるけれども、それが自分の生活に落とし込めてない人に、僕が喋ると、ガチッと繋がる。ああ、わかります。そういうのが優れてます。それは起業する前から会社員の時にもアルバイトや店長さんにしてました。これだけで飯食ってます。あ、すごい。ハンバーガー作るのうまくない。うまくないですか、うん、言っちゃっていいですか、うん、早いけど汚いけど、うん、伝えるのはすごい。あ、ってなったらさっきのちょっと会社員の場合ってやつがまた出てくるんですけど、ね、はい、ここで使ってた能力の要素を分解して商品にしてるんです。だってマクドナルドの時から、はいはい、全国に多分3700店舗あったから、はい、店長の数でいうと2000人ぐらい店長いるんですけど、はい、おそらく2000人で一番ミーティングが多かった店長。へー。ミーティングやればやるほどチーム力が高まって売上と利益が出る。すごい。YouTube 拝見させてもらった時に自分の店舗のスタッフに課題図書を出して、はいはい、それを読んできてもらってセミナーみたいなことしたんです。やってました、はい、だからもう鴨頭感動マネジメントプロジェクトっていうのは上司にめっちゃ怒られましたけどやってました。やってはいけなかったから怒られたんですか？うん、別にいけないっていうルールはないんだけど、はい、マクドナルドってルーティンワークが全員決められてるんですよ。で、それをやってればいいんだ、ボケみたいな感じだったから、ボケなことすんなっていう。まあ、ただ、一人だけボス、藤本隆さんだけ、お前おもろいことやっとるな、ステンでちゃんと見に来てくる。あ、なるほど、そこの上司は握ってて。そうそうそう。なので、その能力
力はセミナー講師っていう職業じゃないんですけど、もうすでにその時から磨いていらっしゃる。もうだって、はい、マクドナルドがメイドフォーユーっていう、お客様が注文してからハンバーガーを作り始めても、はい、60秒以内に商品を提供できるっていう仕組みを導入した時の、はい、メイドフォーユーのセミナーパワーポイントのスライドを多分ね160枚ぐらい作った。すごい。自分のエリア以外にも それを売りに行ってた。お金は取らないけど、はい、だからもう会社時代それやられてたので、やってました。 ある意味セミナー講師としてデビューするもう土台をもう持ちなんですよ。私は会社を独立してからセミナー講師したんで、そういう意味でセミナー講師力はめちゃめちゃ苦労したんです。会社時代やってない。はあ、なるほど、はい、だからそのカモさんみたいに要素を分解していくと、セミナー講師になったらいいよとか、商品が作れて、仮にどの商品を扱うにしてもセミナーを通じて販売すればいいってことは、セミナーを通じて販売した方がいい人もいるし、そうじゃない人は別に1対1でもいいですし。ああ、そうかそうか、はい、だからむちゃくちゃ会社時代にその伝えることが優れてるっていう認識があれば、はい、極端なこと言うと健康食品だろうが何でもセミナーで売ればいいってことだよ、はいはい、あとまだ言ってもそこでブルーのとこ、はいはい、でこの優れているところの今カモさんめちゃめちゃ分かりやすく熱を持って喋るっていうことが優れてるって言ったじゃないですか、はい、この認識が自己認識と他者の認識がずれてるんですよ。カモさんはああなるほど、はいはい、ずれてるとうまくいかないってことだ。いかないです。一致してるとうまくいく、うん、そういうことだ。いやそれを言ってるから。なるほどなるほど。例えば私だったら人よりも優れてることはって、もともと転職コンサルタントで今企業コンサルタントなので、コンサルティング力って答えがちなんですね。でもカモさんから見て私の優れてるところって何？商品作りですよね。でも私はそんな商品作りが優れてるって認識カモさんと出会う前になかったんです。なんか商品作れないと売り上げが上がらないから、起業してる人イコール商品作れない人なんかいるのっていう。ああ、だから自分が当たり前にできているところで、はい、他の人が当たり前にできてないところが本当の優れているところ。そうなんですよ。で、ここに気づけないんですよ。なるほど。私も含めて。ずれちゃうってことだ。はい。それ絶対気づいた方がいい。もったいない。取りこぼしてるんだもん。だってもともとあるんだもんね。そうなんです。あるのに使えてないって超もったいなくない？超もったいないと。でも逆にカノさんはなぜこれを自分では当たり前にできる能力じゃないですか。わかりやすく伝えるってことが。今もね。はい。昔はそうじゃなかったって、まあ、まあ小さい頃とかは全然それができなくて、うん、言葉が喋れなくて苦労したけど、うんうん、マクドナルドで発見した、できるようになったってことですね。そう、これがだからすごく一致されているので、うまくいってる。でもっと言ってもいいですか、はい、カムさんの、その女性の話が出てきたんですけど、はい、あなたが悩みを克服した経験はっていうのも商品になるんですよ。おだからお客さんの過去の自分は悩んでたと。あー、お客さんになるんで。なるほど。でもこれ結構危険だよね。まあ、危険ですね、ちょっと、ね、合ってるけど、合ってますけど、ね、合ってるけど危険な要素もあるよね、はい、でも中には、起業している人の中には、結婚してないのになんか婚活やってる。そうなんですよ。もういつもどうしたどうしたの？英語喋れないのに英語講師とか、痩せてないのにダイエット講師とか。もういつもどうしたどうしたのって。まず自分のことやろうかそうなんですよ。めっちゃ思う。それは、ここ。私のように悩んでる人いるかな確かにいるが、君じゃない教わる、これ教わる正当性って呼んでるんですけど。教わる正当性。はい。その人から話を聞こうと思う。ここができてない。これは逆に、このニーズばっかりを。なるほど、ね。緑に偏っちゃう人は、これがないケースだ。なるほど、なるほど。だから、はい、あなたが悩みを克服してれば OK だが、はいはい、あなたが悩みを克服してないのにやっちゃいけないってことだよ、はい、そうです、そうです。乗り越えてないわけだから、はい、メンヘラカウンセラーみたいなことだよ。そうですね。なんて、はいはい、そうですね。そうですね。そうですね。なるほど。で、もう一個いいですか。はい。もうどんどん行きましょう。あなたが会社時代ずっとやっていた仕事は、やっていた仕事、はい、仕事内容で、先ほどのカモさんみたいに、お仕事はマクドナルドで、はいはい、まあ、例えば人事だったり、うんうん、スーパーバイザーだったり、はい、店長さんだったりやられてたと思うんですけど、やってました。普通の仕事の要素を分解していくと、人事の採用の制度を決めて DVD にしてセミナーにして全国に配るとか。伝えることですね。そうですよね。伝えることしかじゃない、はい、みたいなことがカモさんじゃない人であれば、もう
喋る、はい、メールを書いて出す、はいはい、動画を作って配るばっかりです。あ、じゃあ今の話なんです。成長してないみたいな言わないでください。でもそうそうそう、はい、そればっかりですさ、はい、なんでかというと、はい、それが一番他の人より強いって分かってたから。あ、なんで分かったんですか。え、だって他の人やらないんだ。あ、そうか、決められたことを。あとはでもそうか、はい、他の人が仮に例えば人前で喋るとかメールを打つはみんなやってるのよ、はい、でもあのこれ言うと感じ悪いですけど、いえいえ、思ったこと言っていいですか、はい、下手だな。なんでこんなに下手なんだろうって意味が分かんなかった、え、わざわざ好感度を起こすスピーチを原稿を作ってやってるこの人どうしたんだろうって思った。それは指摘しないんですか。いや、自分より偉い人たち。あ、だ、それはダメですね。みんな下手だなと思って。じゃあやっぱ優れてる。社長とかも下手って。へえ、びっくりした。何社長かは言えない。だってその人でほら一緒に働いてるから、はい、その人が本当に普段どう考えているか、どんなに研究しているか、どれだけ経験値が深いか知ってんのよ、はい、で全社員の前で喋るわけ、はい、なんか残念なことを言ってるわけ。残念なことしか言わない。そう、残念なこと。例えばこの人はすごく例えば研究熱心なのに、何を伝えるから研究熱心だって伝わらないんですか。なんか残念なことを振る舞いをするわけなんです。する、はい、けど気づかれるわけですよね。気づかれます。でも本人は気づいてないですよ。気づかれてないですね。何がそう残念なこうアウトプットになる。すごい深いこと言ってますか。はいはい、聞き手のA 地点をわからないから。A 地点。話し方教室の。スピーチは聞き手を A 地点から B 地点に連れていく。はい、で B 地点っていうのはみんな分かってるわけ、はい、例えば社員のモチベーションを上げるとか、うんうんうん、と今年の年間の目標をちゃんとみんなに共有するとか、これ B 地点ね、はい、これは偉い人分かってるわけ、うんうん、でも A 地点が分かんないよ。なぜ店長が会社の言ってることに対してよしやろうって心が一つになってない、その原因は何かが捉えられてないわけ。問題が分かってない。そうだから、ただ正当性、正しいことだけ言っちゃうわけ。うん、それじゃひっくり返んねえよっていう。一個質問してもいいですか、うん、その方たちの問題はなぜ分かってなぜ分からないですか。その社長さんだったりこう発表する残念な人はもうなんか言語化すると、はい、なんか洞察力とか、はい、読解力とかなんですよ、ね、あ、洞察力読解力。例えば社員のアンケートから課題を決めちゃうんですよ。あ、でもその社員にとってるアンケートって上司がアンケート調査を集計してるのを知ってるわけや、はいはいはい、ということはそのアンケートに本当のことを書いたら評価ってどうなるか下がる。だから嘘を書いてる。その嘘をデータに組み立ててるから間違うんです、はい、じゃあこの、まあ、ある意味部下がお客さんだとすると、うん、お客さんのリサーチが甘い。その通り。あ、でもお客さんが言ってることが真実だと思っちゃうわけ。あ、え、なんでカムさんは分かるんですか。観察してるから。あれじゃないかな、なんか気が弱かったからかも。へえ、気が弱いってなぜ分かるんですか。なんだ、嫌われたくないから研究するじゃない。ああ、好かれたいから。例えばちょっと変な例かもしれないけど、はい、野生のウサギさんって、はい、なんであんなに耳が大きいんだろうみたいなことなんですよ。あんなに耳でかくなくても大丈夫じゃねって、はい、仲間とコミュニケーション取るためなら、はい、でもきっとウサギちゃんは、ある程度足はぴょんぴょんするスピードあるが、はい、牙とか爪とか筋力がないから、はい、天敵と戦ったら負けちゃうから、うん、できるだけ早く敵を察知して走って逃げようっていう戦略を立てたんだと思うんで、はい、だから僕はその受信力、はい、耳ってめちゃくちゃ大事なんだと思ったわけ、伝達力において、でほとんどの人は伝達力っていうとスピーチ力だと思ってんだけど、口だと思いますよね。耳、圧倒的に耳。だから僕なんかは講演会の時に会場にたとえ800人いたとしても、はい、その800人の中で自分が喋った時に単語が聞き取れなかった人が何割かいたなって気づいたら、その単語を2回繰り返したり、単語が聞き取れたが今の単語意味が分かんないなって感じた人が結構な割合でいたら、その後言葉の意味の解説を加えたり、はいはい、言葉は聞き取れたが言葉の意味も理解できたがイメージが分かんないなっていう反応が来た瞬間に例え話を繰り出すっていうのを繰り返してるんで。いや、カモさんの授業を YouTube の学校で受けさせていただいてるんでめちゃめちゃ分かります。だからそれって聞き力なんですよ、受信力なんですよ、トーク力じゃないんですよ、発信力じゃないんですよ。
あ、今会場の空気がこうなってるから分かってないな。そう。でもマクドナルドのその僕が見ていて、うわーかわいそう残念っていうスピーチしてる人は、あの原稿で用意したものをただ読むんですよ。あ、で原稿を多分書いてる時に想定したお客さんじゃない反応が来てるのに気がつかないですよ、まあ、その嘘のアンケート。そうです、嘘のアンケートを信じてれば。でもその場で見たら分かんのよ、全然響いてない。そこで軌道修正しないんだ。しないんです。皆さんなぜ最初の通り突き進むの。え、だってさ、女性を口説くときだってさ、いきなりさ、ちょっと熱海に200ミリカで行くよとか言ってさ、いやとか言ったらさ、あ、違うなとか分かるじゃん。まずはランチしましょうって切り替えるでしょ。それをできないんですよ。めちゃめちゃ面白いしね。それが不思議で。あ、その相手の反応を見て、こう。そうです、そうです。で、僕はやっぱり、はい、もともと弱いんですよ、多分。友達が作れなかった過去とか、うん、まあそれこそ今で言うとうつとかパニック障害とかやってるんで、うん、その当時はそういう病名がなかったんですけど、はい、だから、要はから、なんだろう、前提がネガティブなわけ。これすごい読者としてびっくりじゃないですか。前提がポジティブな人ってやっぱ伝えの下手で、へー、例えば言葉で言うと、思いは伝わるって思ってる人って絶対に伝達力上がらないんですよ。へー、だって伝わると思ってんだもん。まあ、そうですね。で、例えば経営者が営業マンにもっとモチベーションを上げて売ってほしいと思うと、思いは伝わるって思ってる人ってどういうかというと、はい、お前らちゃんと売れって言うわけ。だって思いは伝わると思ってるから。で、もう伝わんなかったら、もっと思いを込めちゃうわけ。あー。お前ら分かってんのやって、うちは営業会社だろとか言っちゃう。本当に。これって思いは伝わると思ってるから。あー。でも僕らとは思いは伝わると思ってないから、思いは伝わらないを前提にスピーチ作るんで、例えば営業マンに朝礼で、みんなのモチベーションを上げて、売り上げを上げて、目標達成してほしいなと思ったら、事前に総務部とかに、ごめんって、ちょっと今度の営業マンの朝礼の前までに、今までに届いた営業マン宛てのお客様からの感謝のメッセージ全部リスト化してもらってないか。すごい。それはなぜなんですか。朝礼でみんなの前でそれを自分の涙が溢れるまで読むって決めて、すごい。読み終わった後に営業マンに言うわけ、ごめんって、俺みんながそこまでお客様のために全力で現場でやってるって最近忘れかけてた。でも今日改めて思った。みんなは素晴らしいよって。今日もお客様に最高の価値を届けてきてくれって。で、送り出すと。すごい。結果的に売り上げの目的。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。でもこれって前提の違いなんですよ。だって目的は一緒じゃん。はいはい、そうですね。営業マンのモチベーションを上げて目標を達成して売上の利益出したりだから、はい。でも思いは伝わると思ってる人は、お前らちゃんとやるって言っちゃうわけ。でもこっちはそんなことじゃ絶対伝わらないと思ってるから、はいはい、違うプロセスを行くんですよ。へぇー。で、これって聞き手の英知点の取り違いなんですよ。なるほど。お前らちゃんとやれ、目標取ってねえじゃないかって言うと、俺たちだって現場でお客さんにいろいろ話聞いてやってんすよ、うん。あんた現場のこと知らねえだろっていうのが取りこぼしてるんですよ。あー。だからそこをと察知するとプロセスが変わるんですよ。へぇー。いや、私、先ほどの社長さんは、社長さんっていうか、伝えてる人分からなくて、カモさんが分かってるっていうのは、カモさんは現場に近いところにいるから、例えば飲みに行ったりとか、普段からそういう休憩室で、そういうのを聞いてるから分かってるって勝手に思ってたんですよ。いや、でもそれで言うと、はい、例えば自分のような立場の、例えばスーパーバイザーでもいい、店長でもいい、はい、この人たちも伝えられないから。なるほど。要は現場でアルバイトスタッフと一緒にハンバーガー食ったりとか飲み会とか行ってる、はい、俺飲み会とか行かないから。そうなんですか。全然行かない。ずっと店にいるから。へー。だからこれオフザジョブって言ったりするんですけど、はい、いわゆるコミュニケーションだけの時間取らないですこれ、うん、ずっと仕事してるんで、はい、だけど誰よりも取り違いないです、はい、それは多分時間じゃないですよ、洞察力なんですよ。これ話ずれていってないですか。いや、ずれていってないです。めっちゃ重要です。これがこの緑のところに行くんですけど、いえ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 、ここなんですよ。これ緑のね、お客さんのニーズって何ですかっていうところに、お客さんね、もう昨日のお客さんにいらっしゃる方は、自分の上位顧客 VIP か、夜も眠れないくらい悩んでることなんですかっていうと、売れてない人は間違いなく答えられないです。おお。過去の自分は答えられますよ。なるほど、はい、でこの顧客リサーチをしてないんですよ。なるほど。で悩んでることって、まあ、人って1から100まで悩みがあって、1が夜も眠れないくらいするじゃないですか。でトップ3はお金払うんですけど、おうおう、今日の晩ご飯何にしようかなってことはお金払わない。はいはいはい、はい、ので
一番頭の中の上を占めてるお悩み事で商品を作る。あれ、うちの VIP が夜も眠れないぐらい悩んでることは、はいはい、カモさんの YouTube をほとんど見た。はい。あの、LINE も撮ってるし、はい、ボイシーも毎朝聞いてる。はい、なのにカモさんになれないって悩んでます。もうカモまみれになってるの。そう。なんでカモさんの情報をこんなん取ってるのに、俺はカモさんみたいに、はい、あの活躍できないんだろうとか、はい、影響力を持てないんだろうとか、なぜあの家庭円満で仕事もバリバリとか、うん、まあんなにかっこよく生きられないんだろう、はい、この口で言うのは違う。いや、そんなことかっこいい。で、やって、はい、VIP はそう思ってる、うん、それのソリューションは何をしたらカモさんみたいになれるよってカモさん思ってらっしゃる。まあでも、今までリリースした商品名で言うと、はい、カモ塾、哲学塾ですね。あ、それから、今で言うと、ある意味チームカモガシラジャパンっていう有料の情報発信は、うん、できるだけ自分のビジネスの裏側とか、はい、あんまり表では言わない僕の、弱い部分とか失敗談とか、はい、そういうものを伝えることによって、カモさんみたいにがそもそもずれてる人が多い。あ、やっぱね、パーフェクトに見えちゃうんですよ、うん、あのファンの人から見ると。分かる。でもそれってやっぱり一番いいところが YouTube とかに出ちゃってるんで、はいはいはい、で当たり前だけどプロフィール欄も、実は3年前に、制約率が 20% 下がったとか書くわけない。絶対書かない。チャンネル登録109万とか、はい、うん、もう売り上げがなんか10億超えて著書を18冊出してとかって、はい、いいところの上積みしか書いてないから。そうするとやっぱり実情を間違えて悩んでるんですよ。だから実情の情報をこうやって足してあげると、はい、あ、カモさんだってここはパーフェクトじゃないんだから自分もそれを受け入れろとか言って夜が眠れるようになる。そういうのを意識してやってます。ってことは顧客のことをよく考えてる。考えてる、うん、だってそれが仕事じゃん。ですよね、うん、顧客のこと考えなくたら仕事じゃないじゃん。そうですよね、うん、けど今日3つおっしゃったじゃないですか、起業している方、はいはい、うまくいってる方で、起業してうまくいってない方、うん、でこれから起業しようと思って会社員、うん、でこの2と3の方はここがそんなに興味カモさんほど持ってないんですよ多分。あ、でもそれで言うとまあちょっと有利だなと思ったのは、悩みをダイレクトにぶつけてもらえる仕事だから比較的響き、向こうから響いてくるよね。という Q&A をやる機会が多かったりとか、はい、それこそ、カモメールとかメルマガとか発信してるんですけど、そうするとカモさんからもっと知りたいことは何ですかってアンケート取ったりしてドバドバ来るのよ。今だったらですよね。そうそう。でも先ほどの話、起業したばっかの時に、はい、分かんなかった。あ、でもその先ほどのマクドナルドの話戻ると、この現場の人がどこが A 地点かってことを考えてる。それはずっと考えてる、はい、だから起業前から考えてる。そっかそっかそっか、はい、考えてはいた。その着眼点が多分なくて、ベクトルが自分でどうしたら自分の好きなものが売れるだろうにしか関心がない。だから今はあんまりほとんどやってないんですけど、はい、一時期 B2B の営業やったことあるんですよ、はいはい、企業さんに企業声を売りに行ったわけ、はい、で企業にバン入っていくじゃん、はい、で担当者人事のトップだったりとか、はい、時には社長さんの時もあるんですけど、はい、でこの会社の場合こんな悩みないですか、はい、こんな悩みないですか、はいはい、でもそれってこういう原因じゃないですかって言うと、みんな、はい、なんでわかるんですか？なんでわかるんですか？言い当ててるんですよね。そう。はい。わかるんだよね。あー、それが強みなんですよ。あー、でもそうかも。はい。で、そこがお客さんが夜も眠れないくらい悩んでることってお客さんはわかってないんですよ。で、お客さんは言語化できてないんですよ。あー、言語化できてない。はい。なんかね、もやもやただ悩んでる。そうなんかうまくいかねえみたいな、はい、解像度が低いんだよね。あ、まあまあそうかもしれないですね、うんうんうん、でそれを明確に言語化してくれるので僕ね、センターピン野郎なんですよ。あー、そうなんだ。ここみたいな。ここが変わったら全部変わるからっていう、はい、それ分かるんですよ。すごい。だからそこにまず興味持てること。なるほどなるほど。と、あと多分これも答えられるんですよね、カモさん。カモさんのお客さんが成功したいと思っている自己実現の夢は自分を使い切る。ああ、それはなんでそう答えられるんですか。え。そうおっしゃってることを聞いたからです。自分を使い切りたいんですっていう、どうやったら自分を使い切る。ああ、分かる分かる、はい、はい、今言われて分かった、はい、なんか講演会とかセミナーってずっとリサーチなんですよ。ああ、そうですよね。そう、わかります。はい。例
例えば、YouTube のチャンネル登録伸ばす方法はこの5つだとか喋ってる時に、うんうんって言ってる反応と、うん、とにかく自分を使い切ることだろうって言った時に、ブワーっていう時の反応でわかる。へぇー。要は自分の言葉に対する反応が、どの深さにヒットしてるかはわかるんで。受信機があるから。そうです、そうです。で、テストマーケティングを。テストマーケティングをずっとやってる。朝から晩までテストマーケティング。それね、多分すごい聞きたい話なんじゃないかなと思います。だからラッキーなんだよね。はい。やっぱリアルセミナーをやってると、リアル反応が目に見えるんで、はい、しかもそれってアンケートとかとはレベルが違うんですよ。うんうんうん、感情がもろ出てるから、はい、もう、みたいな人もいる。今何なんだ、ボディーブローが決まった瞬間。ボディーブロー、いや、ちょっとわかんない。顔にパンチが当たった時って、ちょっと待ってね。で、ボディーブローが決まった時、はい。それだったんだっていう。はい。これ一番効いてるやつなの。あ、そうなんですね。サラダーとか言ってるやつは、そこそこ当たってるやつで、はい、もっと深いところに入っちゃうと。あー、もう。いや、でもそんな顔してる人いるの。へー。そういう表情で、あ、今どの深さに刺さったキーワードかっていうのは全部わかるんで、はい、いや、それ多分カモさんのこと誤解してる人が私結構いらっしゃるんじゃないかって今の話聞いて思ったのが、はい、カモさんがそんなに観察しながら喋ってると思えてなくて、なるほど、ね、好きなことを喋ってるように、はい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 、でもそれは、はい、そうしてるから、あ、そうなんですね。それはそういうふうに装ってるから、あ、好きなことを喋ってるかのように振る舞ってるんですよ。じゃあ今日の動画をご覧になった視聴者さんはめちゃめちゃ取れ高高いですね。もうここカットにしましょう。ダメです。ダメです。バレちゃう。はい。あとこれですね。お客さんが時間をかけたくない、超めんどくさいと思っていることは、これを聞くのは結構簡単なので、これでも商品になりやすいんですよ、企業初期の。でもこれ全部そうか。あ、そうですか。これ全部そうかも。例えば YouTube のチャンネル登録を増やしたいけど、うん、世の中にはチャンネル登録の増やし方って情報いっぱいあるんです。はいはいはい。でも統合的に、はい、手に入れられるのは楽じゃん。なるほど。それがビジネス YouTuber の学校になったりしてるし、はいはい、それから、そうだな、時間をかけたくない、めんどくさいってこと。速読とかもそうかな。ああ、本を読む。そう、本を読むのも時間をかければ読めるのは分かってるのよ、はいはい。でもそれ時間かけて読みたくないから、速読を身につけたいって商品だったり。緑の質問が全部答えられるんで売れる商品ができる。おー、そう。これまんまとはめられてます。素直に答えてるけど、はい、綺麗に手の手を出されてる。じゃあちょっとどんどんいきますね。はい、お客さんが代行してほしいと思ってることはないんですか。代わりに伝えてほしいって企業講演の大学。あ、だからその時には社長が普段よく使う言葉は何ですかとか聞いたんで、それを喋る。そのヒアリングを社長さんにしてるってことを知ってる人ってどのくらいいるんですか。え、社長さんと社長さんが普段何言ってるかって、だから担当者だけですよね。うん、カモさんそのヒアリングをしてる、それで、あ、誰も知らない、知らないですよね。うん、今日めちゃめちゃ取れ高高い。はい、次でいきますね。お客さんが承認されたい、おやりたいと思ってることは何ですか。これでもいっぱいあるんじゃないかな。これね、結構これは富裕層向けの質問。はいはいはい、分かる分かる分かる、はい、これまさに富裕層だよ。そうですそうです。要は他のものが満たされてるから。はい、お、分かる。でもそれで言うと、はい、鴨頭よしひとと例えばツーショットの写真が撮れる件を、はい、クラウドファンディングで出したりとか、はい、楽屋で、なんだ、写真が撮れたり、はいはいはい、話せたりする権利を売ったりとか、はい、あとあの焼肉マフィアで鍋の、はい、鍋2つ買ってやりたいのってる件とかは全部これ、はい、要は言ってみればちょっと自分で言うとあれなんですけど、はい、鴨頭よしひとって、うんうん、多分テレビに出てる芸能人以外で一番フォロワー数の多いインフルエンサーなんですよ。わかる。会えるインフルエンサーで一番パワーがあるんですよ。はい、わかる。で、この人と近くにいるっていうことが取れ高なんですよ。はい、はい、わかります。だからそれを設計してリリースしてる。すごい、やらしい。やらしいですよ。やらしいですよ。すいません、冗談なんですけど。なので全部わかってるんですよ。あー、そういうことか。で、好きな人のことを全部わかってる。からプレゼントが間違ってない。ヒロキングとこの話しかしない。え
それいつこの話しかしない、いつも商品設計とか、はい、まあ最近分かりやすく言うとやっぱクラウドファンディングすごくて、クラウドファンディングってこれしか考えないから、確かに商品ですもんね、そうリターンってこればっかり考えることなんで、なるほど、でもやっぱね うまく売れない人はここでリターン作っちゃう、あそうですよね、ここでリターン作ったらどういうリターンを作るんですか、なんか僕を応援してくださいみたいな、ああ思いだけで、そうそうそう、いよいよあの要はいいことやってるっていう、いいことやってるから、はい、自負があるんですね、そう、はい、クラウドファンディングの立ち上げるオーナーっていいことやってる人ばっかなんですいいことなんだからみんな支援してくれって思っちゃうわけ、あちょっとあっさっだから極端に言うと、支援なんだ、支援支援しなんだっけあれ、被災地支援、あ、はいはい、とかをやればお金集まると思ってたとか、子供の教育って言えばお金集まると思って、支援費が集まると思ってる。そんなに浅はかに？浅はか。へぇー。だからずれてる人ってそういうことですね。そういうことですね。そう、うん。でもやっぱり分かってる人ってこっちから考えるんで。そうなんですよ。だから極端なこと言うと、はい、例えば、映画に糸つまちのプペルとかそうだったんだけど、はい、ゴリゴリに VIP 用の商品を出してるわけですよ。はい、例えば、もう極端に言うと YouTube の対談券とか売ってるわけで、はいはい、100万円とかで、はい、でその100万円買ってくれるとどうなるかっていうと、100万円分全部子供たちの映画のチケットプレゼントしてるわけじゃん、でこれで映画の要は子供たちにエンタメを見せようっていう美しい理念で集まると思い込んでる人って、はい、なんかそのまま出してるのよ、あ子供たちに映画のチケット券とかやっちゃうわけ、いや分かんだけど、はいはい、世の中いいことを考えてる人なんて5万といて、うん、設計するときにはここが間に入って初めてリターンになるわけじゃん、いやーそう、うん、そういうズレはよく見る、そのことをカモさんがそこまで考えてるってことに、まずカモビズで商品設計について質問する人は気づいてない、本当の意味では理解して転用はできてないあでもそんなに考えてることを多分初めて、あそうかそうか、はい、カモさんいつも考えてらっしゃるんで自分はいつも考えてるって思うと思うんですけど、いつも考えてることを多分伝えたのは初めて、あそうかも、はい、あんまり伝えてないかもね、うん、いつも考えてるよこんなことばかりですよ、ね、もう普通に蕎麦屋行っても考えてるなんでそばやん、いやいやだ、ね、このそば屋になぜ来たんだろう、あわかります、そのものばっかり考えてる、はい、逆に考えない人ってもうなんかビジネス やる気あんのかなえなんで本屋さんに、はい、アマゾンがあるのに本屋さんで本買う人がいるんだろうとかさそういうことに人が購買する、なんでここで買うのかってことに疑問持たないですか、そうそうそう、はい、そればっかり考えてる、そうなんですよ、だってヒロキングとか居酒屋とか行ったら酒のメニュー見る時間よりも、はい、居酒屋の POP 見てる時間の方が長いよ、で写真パシャパシャ撮ってニヤッとかしてるこれ使えるぞってずっとそう今すごいほんまやな、俺らだってメニュー見たら価格設定いまいちだわかりますよ、なんでおすすめメニューここに置いた、こっちに置いたら絶対上がんのにとか、えじゃあちょっとこれもう一回聞きたいんですけど、カモさんがってビトーンとか、はい、なんかそういうハイブランドのお店に行った時に接客を受けるじゃないですか、うん、その時のセールスの仕方とかめっちゃ観察されてます、うん、てかそのためにハイブランドに、やっぱり目的はそっちです、ですよね、カバンよりも大事、なんかセールスのスキルを学びに行ってるみたいなハイブランドの使い方されて、間違いないです、はい、だからそれはこの人柄ビジネス三種の神器のこれまた戻るんですけど、これの、はい、セールスを常に勉強してるんですよ、ああ勉強してる、はい、それしっかり見てるですよね、うん、焼肉屋行っても居酒屋行っても、はい、スパゲティ屋行ってもそうですよね、全部それけどこのコーチングとかしてる人はここにしか興味ないんですよ、自分のコーチングの技術が上がってるか下がってる、まあだから芸能人の歌手で言ったら歌が上手いった上手くないかみたいなことに興味があって、今お客さんがどういう歌聴きたいかとか、どういう会場で聴きたいかとか、どういうキャパで聴きたいかとか、そういうことにあんまり興味がないから、もちろん大事だけどね、はいはい、でもどっちかというとわざとビジネスチックな、因数分解するとここのレベルが高いことは売り上げと関係なくて、そうなんですよ、リピート率だもんね、そうなんですよ、新規顧客はこっちにしかない、そうなんですよ、そこに気づいてない。なるほど、ね、で最初新規が集まらないとリピートの課題に行かないじゃないですか、うん、
だから最初にこっち勉強しないと、はい、まあ、ここがへこんでる限りここ磨いても何も起きないんです。そうなんですよ。でもセールスってことの定義、言葉の定義がなんかもう悪いこと、売り込みだと思ってるから、ね、そうなんですよ。あ、でもセールスって役に立つ人の数だからね、はい、そうなんです、そうなんです。で、私がいつも言ってるのはこれを聞くことがセールスだよ。あー素敵。あ、よかった。はい、でもそうだよね、はい、だからこればっかり考えてるんだ。そうそう。で、私が教えてるセールス手法があるんですけど、それは売り込まずにこれを聞く。今めっちゃ深いことをさらっとおっしゃいました。本当ですか？こんなの YouTube で無料でしゃべる全然いいです。やば、はい、まさにだよね。はい、でこれを聞きしながら、すごいですか？すごい。これね、あの、これの、この質問もダイレクトではないんですけど。わかる。わかります？これダイレクトじゃダメ。はい。ダイレクトに聞いちゃうと、はい、いわゆる顧客ニーズしか出てこない。ああ、そう。やっぱり顧客インサイト。で、顧客インサイトを聞く質問の、それもフレームワーク化してるんですよ。顧客インサイトを見抜くためのフレームワークがある。はい、あるんです。それはセールス未経験の人でも、うちの教会認定講師さん、それを私が教えて。え、これそんなの何百万でも買うけど。あ、本当ですか？でもうちの教会はそれすごい安くで教えていて、で、みんなそう、だから300万とか、ゼロだった人が100万とか、1000万とか言ってる人もいますし。そんなの楽勝で奥行くっしょ。うん、顧客インサイトを捉えるが、この世のビジネスで最も難しいことですよ。うん、はいはい、そうだ。それにフレームワークが。フレームワークがある。そうです。やば。だから、まああの、カモさんほど完璧にはいかないですけど、ゼロだった人が30とか40には少なくて。ああ、もちろん使いこなす人の感度も、はい、当たり前とレベルあるもんね。はい、僕だってまだまだレベルは上げられると思ってるので。いや、もう十分だと思って。ほら、キングオブ西島明さんとかとかいると思う。はい。まさにね、あの、千人の戦いの話でした。絶対ひしがれるよ。やばい。コミュニケーション能力。そう。はい、すごいね、はい、めちゃくちゃいい。それをまあ教えてるので、あのうちの協会商品作りは提供してるからセールスできるようになるっていうのがあって、でもっとさらに強い商品を売ろうと思うと、この黄色まだあるの、ま、だあるすごこれも並んでいきます。並んでいきましょう。お客さんが満たされない、競合を買ってんのに満たされない欲求。ああ、競合を買っても満たされない欲求、はい、あ、心が動かないからです。あ、知識は入るけど心が動かないと人間は行動変わらないんです。すごーい。うちは知識と心が動くの2つを提供してるから勝てるんです。もう分かってるじゃないね。おどうし分かってるじゃないですか。先生ありがとうございます。じゃあ次、競合を生まないあとは強みは心を動かすまあでも他にもいっぱいあるかも。うちは、はい、商品の価値を丁寧に言語化して、はい、あらゆる場所で情報を発信してる。あ、それはどっちかというと鴨頭よしひとというよりもヒロキングだね。あ、ここの強みはヒロキングだと思う。じゃあこのマーケティングの設計がうまいってことですね。うん、まあ完璧とは言わないけど、徹底的に研究し続けて伸び続けてる。毎年レベルが上がってるんです。素晴らしい、うん、もうここはヒロキングさん、ヒロキング様です。はい、じゃあ、競合の強みが発揮されない領域は、まあ、ちょっとここと似てるんですけど、競合の強みが発揮されない領域、あー、なるほど、例えば、うちなんかはコミュニケーションとか話し方とかもやってたりするし、速読もやってるので、競合って大手もやってるビジネス、はい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 、まあまあレッドオーシャンに突っ込んでいってるんですよね、うん、そこの、大手はやっぱりコンテンツにしかお客さん集まらないんですよ。へえ。だからコンテンツの勝負って、レベルが上がれば上がるほど、その業界が成熟すればするほど価格競争なんです。なるほど。でもうちは P2C、 パーソン・トゥ・コンシューマー、はい、つまりカモさんの買うか買わないかしか考えてないんですよ。例えば話し方の学校の生徒さんが入学体験講座に来た時に、カモさんの買おうかな、それとも大手の A 社にしようかなって悩んでる人ゼロ。カモさんの買うか買わないかか、はい、カモさんの話し方の学校かコミュニケーションの学校かしか考えない。なるほど。それは P2C だ。まさにじゃあ私が言ってる人柄ビジネス。まさにカモ柄ビジネスをやってます。カモ柄ビジネス。まさにカモ頭かカモ頭以外かめちゃめちゃ面白いですね。競合いないっす。もうちょっと本当に熱くなって
る競合のサービス、まあ、ものは何ですか。競合の、はい、まあ、カマさんとかに来てらっしゃる方はもうカマさんとかカマさん以外かっていうことに育ってらっしゃる。あ、でも一般的にこの業界においてはってことですか。そうです、そうです。それで言うと、はい、まだカマさんのこと知らない人はが買ってる、はい、え、メジャーなものかな。あ、大手とか業界ナンバーワンの商品を買ってる、うん、いやよくわかってる。で、そのお客さんは競合にいくら払ってますかっていうのが分かれば、ああ、そうかそうか。いや、それで言うと、多分半年間の連続講座、20万から30万に集中してる。あ、そこの勝負。素晴らしいです。うん、ここをだから、キルス分かってらっしゃる。だからうちは30万の商品は出さないで35万に持っていってる。へぇー。それはもう、あの、競合に絶対負けないっていうふうにもう分かってるから、競合より高くするっていう商品出てる。かも。カモガラビジネス。カモガラビジネス。あ、いや、ちょっとこれあんまり言うと好感度が下がるかもしれないですけど、はい、例えば講演家でいこう。僕は講演家の業界の価格設定は問題があるという認識があるんですよ。へえー、と言いますと。例えば、そうだな、僕がデビューした10年前、はい、11年前に独立して10年目にはもうバンバン喋ってたので、はい、当時の日本のトップの講演家の人が今もトップ。はい、おー、ということは？それって全然新陳代謝が起きてない業界なんですよ。うんうん、しかも、その人たちの価格、今でも20万から30万。1公演。で、1公演20万から30万がトップでいるってことは、うん、この業界に才能は集まらないです。なるほど。例えば YouTuber って奥の人とかいっぱいいるんですよ。はい、いますね。でもあの人たちの中に教育業で喋らせたらやっぱりすごい教育革命を起こせる才能っていっぱいいるんですよ。へえ。でも絶対集まらないです、はい、僕は大好きな言葉があって、はい、落語家立川談志さんが昔テレビで漫才ブームが起きた時におっしゃった言葉です、はい、これで落語界に才能は集まらなくなった。へえ。それめっちゃ印象に残ってて、当たり前ですよね。だってテレビで漫才ブームが起きたらテレビに出た方が稼げるわけじゃない、はい、そしたら喋る才能、表現力の才能、人を喜ばせる才能がどこに集まるかというと漫才なんですよ、はい、で今で言うと YouTube なんですよ、はい、だから講演家業界に才能が集まらないから10年前とトップが同じなんですよ。それに気づいて YouTube に、あ、今伝えたかったのはだから講演の料金を上げてるんです。あ、そこの業界を。だって僕が30万でやってたら後輩たちはいくらでやるんですか、はい、こんだけ伝える力が高い人が30万だったら1万とか2万とか、そしたら誰も講演家にはなれないし食べれないです、ね、だから300万してる。やっぱこの業界の後輩が食える業界にしなきゃいけないって気持ちはあるんですよ。それは今だからですよ、はいはい、一応この業界では多分講演家として1万稼げるところまで来たので、はい、じゃあトップがもっと稼げるっていうところを見せてあげないと次の世代絶対稼げない。確かに。それをめっちゃ意識してる。はい、大丈夫です。なんか強度で高くしてる。そうそうそう。それをね、本当にその意識でやってる。うん、なんか勇気出ますね。うん、で、売れてる。まだあんだ、すごいな、いやもうこれ。やばいな、この整備性。すいません。売れてない人がやってること。あ、これ色ね。はい、色です。ここのピンクですけど。おいおいおい、ピンク来た。はい、好き、思い、情熱、まあ、例えばあなたがやってて心地いいこと、喋ること、あなたが成長し続けられてるの、喋ること、あなたがどの道にするの、結局やってること、喋ること、これがやっぱスイートスポットなんですよ。あー、なるほどな。もうだって永遠に喋れるもんな。そうですよね。だからもう喋ってさえいれば上機嫌。それすごい才能だと思うんですよ。おー、なるほど。私は逆にもともと転職コンサルタントで、最初企業コンサルタントの時に人がぐちゃぐちゃしてる話を聞いて整理してアウトプットする。はい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 。まあ、どう、今なぜお仕事嫌なんですか、じゃあどういうとこ行きたいんですかっていうのを毎日毎日聞いていて、今それが企業ってそれ一緒に変わっただけで、なんで今起業したと思われてるんですか、でどうなりたいんですかっていうのを聞いて、それやってたコンテンツを、整理整頓が得意なんだよね、はいはい、そうです。しかも、今もこんな
こんな色分けでこんな人に洗脳してくれる人いる？まあ、これ作ってくれたのは神様なんです。神様ね、はい、神様神様作ってると依頼してる、神様がいるんですよ。で、一般的にはデザイナーです。注釈ありがとうございます。まあ、テレビとか YouTube の向こうですね。で、この時代があのここめっちゃむずい、めっちゃむずいんですよ。ここ深深いんですよ。こんなのもフレームワークに入ってんの？あります、あります。ここ深いよ、これいつも悩んでる。ここは一応私も ありがとうございます。ビジネスの成長曲線あるから、あ、まあ、ずっと売れ続ける商品がないと、ないね、はい。で、今時代の変わり目じゃないですか、これ。はい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 。で、こういうこの時代にお客さんが直面する課題は、今ちょうどコロナだもんな、まあでもそれで言うと働き方とかライフスタイルの、うん、をどっちに変えていけばいいかのガイドがなくて悩んでる。どっちがどっちとどっちですか？あ、もそもそもの方向、いっぱいいろんな人が言ってる。いっぱいいろんな人が今後はこうなる、今後はこうなる、今後はこうなる、今後はこうなる。一個の道がないわけ。あ、昔って一個あったじゃない。はいはい、では、いいとこの大学を出て、大きな会社に就職をすれば、はい、あって、一軒家、マイホームと車と車、結婚して子供、うんうん、ハッピーだよねみたいな。はい、一つの答えがあった。わかりやすい幸せ。そうそう、はい、今もうそれがないと、はい、どうなったら幸せになれるんだろうっていう時代だから、はい、鴨頭よしひと的なそれに対する答えは、はい、自分で決めろです。あー、なるほど。あ、全部正解で全部不正解だっていうのが僕の答えなんで、なるほど。で、俺はこれで生きていくって明言する。はい。だから迷ってるからこそ、俺はこれで生きていくっていう決めれてる人が少数派なんで、ここに当たる。ああ、でもそうかも。はい。だって、今年55歳なんですよ。はい。人気者になるとか言ってますからね。いや、でも、そこがまた、この希少なんですよ。ああ、そうかそうか。はい。多分あんまいないんですよ、そういう人。ですよね、みんななんか、いや僕あの人気者とかするんじゃなくて本当に社会に価値を提供し続けたいんですよとか言うじゃん。はいはい、そんなそういう人たちがいっぱいなんか、お人気者だよとか言って言うから強いのか。そうそうですね、うん、そこはやっぱりちょっと照れが、そう、はい、で人気者がゴールじゃないんですよ、はい、あ、この人決めちゃってんだっていうメッセージですね。ああ、なるほど。ああ、もう決めちゃったやつ強え、自分で決めろって言ってるメッセージ、一貫性がある。そうです。それは知らなかったです、はい、すいません。はい、この時代に新しく流行しているサービス商品はオンライン商品じゃん。そうですね、ズームとかね、うん、だからうちはコロナになって初めて、うちはリアル講座がむっちゃ強いわけです。はい、なんでかっていうと、あのオンライン無料でやってた、だって YouTube そうじゃん。確かに YouTube ってオンラインで無料だから、はい、オンラインで有料ってギャップがちっちゃいんですよ、うん、あ、確かに確かに。だからリアル講座に価格をゴンとつけた。はい、だけどコロナになって、そういう理由ではなく、うん、来れない、はい、来れないっていうのは、コロナが怖いからっていうよりは、はい、周りからの圧力があるから、はい、いけない、はい、あなたこんな時代にセミナー行かないとか、はい、うちは他の人と会っていけない会社ですとか、はい、あなたあのわけに騙されてるんだとか、あるわけですよ。あらゆる種類で集まれないから、はいはい、コロナ前からですね、最後すいません、そう、ちょっと観察力大事だから。なので、コロナになった時に、Zoom でも受けられますよとか、はい、で、最近は、Zoom でも予定が立てられないんですよ。あー、そうなんですね。予定が変わるかもしれないという不安が常にあるわけ。確かに。例えば、6ヶ月の連続講座の日程を今はスケジュールに入れられるが、はい、世の中の状況に合わせて会社からの命令が変わるから、その日に本当に受けられるかどうか分かんないっていう不安が大きくなったから、はい、コミュニケーションの学校からは第一講だから3種類の講座した、はい、動画視聴、動画視聴、ズーム視聴、リアル講座、リアル講座、もう順番もこの順番で表記した、そしたら売り上げが、結果動画受講が 50% 以上、だからもう極端に言うと2倍売れたんです、はい、それもここですね。素晴らしいですよ。素晴らしいですよ。結果出ちゃった。いや、まあ、素晴らしいですよ。やっぱ答えられますね。この時代だからこそ人々が困っていることは、今どんな時代か。ああ、なるほど。でも、
やっぱり未来に対する不安の時代だよね。ああ、多方面に、うん。明らかに、例えば転職した方がいいだろうか、独立した方がいいだろうか、このままこの会社にいた方がいいんだろうかっていう働き方に対する不安だったりとか、東京に住んでていいんだろうか、うん、田舎に戻った方がいいんだろうかとか、うん、親の介護はどうしたらいいんだろうかとか、うん、本当にビジネスをスケールするためだったら経営者だったら、うん、海外進出した方がいいんだろうか、うん、海外っていうのはアメリカ、ヨーロッパなんだろうか、アジアなんだろうか、うん、中国進出したいけど中国って親日と反日あるから行った方がいいんだろうかとか。めっちゃ未来に対する不安なんです今は。あ、圧倒的にすごーい、すごーい、すごーい、めちゃめちゃすごいですね。おお、これ全部答えられるじゃないですか。答えられますね。これね、商品作れない人はほとんど答えられないです。そう、それもそういうことか、はい、そういうことか、はい、そういうことだ。いやだからなんかここだけなんだよ。そうなん、そうなんです。そうすると商品作れないんだよ、ね、はい。でこの青が間違う、自己認識とずれてる。なるほど。で緑が全然ない。あ、で黄色をするとへこむから嫌だって。ギャグいや、ギャグじゃないです、ギャグじゃないです。へこむから嫌だ。だから例えば企業初心者とかだと商品にまだお客様実績がほぼないじゃないですか、うん、ない状態、例えばカモさんが競合するじゃないですか、見るじゃないですか、もうあ立ち打ちできない。あ、でも気持ちやっと分かった。あ、そうですか。やっぱり2年前から、はい、ホリエモンとか、はいはい、それこそキングオブの西野明さんとか、はい、YouTuber だとテンチムさんとか、はい、あとは実業家だとオンデーズの田中さんとかと、はい、付き合うようになったじゃない、うんうんうん、それこそ高単価ビジネスで言うと、はい、銀座のクラブがないもんとか。絶望するよね。どういうこと。視座が高すぎるとか、パワーがありすぎるとか、ビジネス思考力のレベルが、オンデズの田中さんなんてね、海外の方が俺だけ高いから。でコロナの最中に出店しなかった。そのロジックも全部あるわけですよ。そんなの全然気がつかなくて、うん、でああいう人たちが言ってると、もうなんなんと。俺10年一生懸命勉強してある程度行ったと思ったけど、なんなんどうだろう。そうよ。すごって言われて、ホリエモンとかロケット飛ばしちゃってたら、ぐーってなるよね。はい。あ、まずカムさんでも、もっとすごい。絶望する。それで多分、この競合リサーチしてくださる私がお客さんに言うと、セスさんに言うと、へこむから嫌だ。って言うんですよ。でも今の話だとカモさんも絶望する時だから、はい、会いに行く。あ、それが必要なんだと思う。だから逆に言うと、例えば今のカモ頭で言うと分かりやすいと思うんですけど、はい、ある程度もう売り上げも立てられるようになって商品も作れるし、はい、スタッフも集めてるんですよ、はい、でこれで競合を見なかったらどうなります？衰退していく、うん、完全に動きが止まって、動きが止まるイコール時代は動くから、はい、絶対に落ちるんですよ。あ、このビジネスの成長曲線で。イエーイ。だから絶対競合は、はい、もちろん今売れてない人は絶対見なきゃダメ。だってビジネスが下手なんだから、ビジネスが上手い人から学ぶべきはないんだから。いや、そこででも避けちゃいがちで、もう一生同じ場所にいろ。あ、なるほど。今すごい刺さってる。いや、でもそうだ。当たり前じゃん、そんな、はい。だって今売れてないんでしょ、はい、売れてる人から学ばなくてどうやんの。いや、その売れてない人たちと仲良しこの知ってるのよってことだよ。そうですね、うん、だから僕もそうなんですよ、はい、絶対止まったら終わるんですよ、ビジネスって。だから自分よりも優れてる人から刺激をもらって引き上げてもらってる感じです。じゃあ今2つあって、カモさんでもへこんでるってことは、うん、もう僕と同じ、私と同じ人間なんだっていうことで、うん、でもカモさんが取ってる行動はそこでへこんで終わるんじゃなくて、その人たちに会いに行くっていうこと、うん、でも会いにへこみに行くのよ。あ、わざと。そう、わざと。だってへこんだ方がいいじゃん。でもほら、もう会う前からへこんでるわけじゃないですか。あ、だからそれはもう会う、見るのも会うのもへこむため。あ、でへこんでビヨーン。いや、その多分カモさんがへこむっていうこの発想自体ないと思うんですよ。でへこんでるけど、しかもなんか会いに行ってるって、うん、本当にすごいもう M 系たっぷりじゃないですか。もう M 会うたびにうわーってなる。それをどうなんか精神状態保つんですか。え、すぐ真似する。あー、取り入れるってことすぐ。いや、皆さんこれすごい今いいこと
鴨さんおっしゃいましたんで、だって鴨頭、東京鴨頭ランドがやってるビジネスの抽象化されたものって、はい、全部キングコング西野亮廣さんですよ。へえ。プロセスエコノミーとかバリバリやってるし、はい、意味変とかもやってるし、はい、だから西野さんが、それこそ魔法のコンパス、ま、革命のファンファーレとかに書いてくれてることをそのままやってます。西野亮廣エンタメ研究所の記事を見て、今日もへこんだばっかりよ。へぇー。ヒロキングと蕎麦屋で。また蕎麦屋。二人で蕎麦屋。そう、蕎麦屋。蕎麦食いながら、ちょっとヒロキング、今日の西野さんの、オンラインサロンの記事読んで、つって。うん、で、ヒロキングが読んで、もう何なんすかね。うんうんうん、毎日このレベルで、この記事何なんすかね。だろーって、もう二人でもう蕎麦鼻から出て、打ち込んでたもん。何なんこれ。いやいや、でもそれ本当に勇気もらいますよ皆さん。でも本当そう、そうするともっと勉強しようって思う。だって言っても西野さんって僕より年が下なんですよ、40歳ね、はい、だけど彼は18で、はい、要はお笑い芸人としてデビューしてるわけでしょ、はい、そう思うと20年修羅場で戦ってんのよ、まあ、そう思うと、あ、俺まだ11年かよって、はい、小僧じゃんって思われたで、へこんだところグーッて、そうするとやっぱり素直にその人がやってることで自分ができることは自分に入れるよね。すごい。逆になんかそのうまくいってる人のことを見ないとか、うまくいってる人のことを批判するって俺すごい近い場所にあると思っていて、うん、それってこの人たちのことを認めてないのよ。あ、はい、リスペクトがないの、うんうん、でも、へこめるってことは、うん、リスペクトがあるってことなの。まあ、確かに。なんでそんなすげえ球投げれるのって、はいはい、ムカつく大谷翔平、はい、なんであんなに球が投げれて打てるんだ、ふざけんな、俺片方もできてるのにクソって思うじゃん、はい、これってリスペクトなのよ。へえ。だからへこむことが悪いことだと思ってる人、間違いです。間違いです。へこむっていうのはリスペクトできてるってことなんですよ。へえ、それは新しい着眼点です。もっと言っていいですか。はい、どうぞ。リスペクトできるってことは、あなたはできるなんですよ。へぇー。いやもう全部これ本当どうやって伝えたらいいんだろう。俺まだ未熟で伝えきれないけど、リスペクトできるとかムカつくっていうのは、うん、自分ができるとどっかが思ってるからなのよ。あ、確かに。諦めてたらそんな気持ちはなんないのよ。確かに。キングオブの西野亮廣さんとかホリエモンはもう全然俺とは違う人間だって思ったらへこまないもん。あー。でもどっかで分かってるのよ、はい、俺だってできるのにって。これがリスペクトとへこみが起きる本当の原因だから、へこもうよ。それはリスペクトだから、はい、へこもうよ。それは自分の未来に対する期待値が残ってるってことなんだから。すごい。それを言いたい。今日なんか鳥肌立ちますねこれ。もうそ、でも本当にそう思う、はい、そうやって11年やってきましたね。すごい。そうやる人が伸びるんですね。もうずっとそうやってきた。講演家の売れっ子の講演会に行ってずっと泣いてた。講演の内容に泣いてたんじゃない。要は観客席の一番前の真ん中に座って、俺はなんでここに座ってんだって、俺は本当にあそこにいなきゃいけない人間なのに俺なんでここに座ってんだよっていうのを味わうと本当に嫌な気分になるわけ。悔しいわけ。だから毎回言ってた、あの感情をもう一回味わうんだ俺はって。じゃないとあそこには立てないから。じゃあそこがどうしても立ちたいって思ってるし、そのことを理解してるってことですよね、うん、そう。だから自分に対する期待なんですよ、うん、へこめるっていうのは。じゃあみんなカモさんほど未来の自分を信じたいし、そうなりたいけど、そこのプロセスがカモさんと違うってこと。ああ、だから避けてる人はプロセスは違うと思う。俺は避けたくない。行きたい。あ、だからもうへこんでもあそこに行けるならへこみたい。いやー、めちゃめちゃいい話ですね。でも本当にそう思ってやってきた11年。ああ、もうほれ行動するのはへこむためだよ。へえ。まあ人に会いに行くのはへこみに行くため。だからじゃあもう言い方難しいな。自分よりうまくいってない人と会わない。へえ。だってそれって優越感に浸れるじゃん。どうやりたいの。そう。だいたいに、まあ、ちょっとまた顧客のニーズだけど、はい、自分が成長したいと思っている限り、
自分よりうまくいっている、自分にはできてないことをやっている人と会おうと努力する。それ以外は、ちょっと言い方は失礼かもしれないけど、はい、ファンサービスで人と会います。それは価値提供なので、うんうん。それはその人に貢献するために会うということね。うちの、まあ、それカモビズのメンバーとか、はい、話し方の学校の講師とかに会うのは、その子たちに何かを、まあ、偉そうに言うと、なんか、遺伝子を残したいみたいな気持ちで会うこと、うん、これは別格にある。これはビジネスじゃないです、うん、これはもう生物としての思いなんででもビジネスチックなことを言うと、やっぱり自分ができないことをやってる人に会ってへこみに行く。へー、むちゃくちゃ大事にしてる。だから今んとこないし今後もないと思ってるけど、それがいなくなったらどうなるんだろうっていう、うん、だから時々思うけど、うん、ここの人って辛いんだろうな。あ、頂点に行った人ってそれがないわけでしょ。確かに。だからまあありがたいことにまだそうじゃないからその不安はないけど、あの人たちはどうしてるんだろうなって思う。それに対するリスペクトもある。へえ。どうやって学んでる。でもなんか西野さんとか堀江本とか見てると、自分から見たら頂点じゃない。でもあの人たちそう思ってない、ね、あの人たちも学んでるわけ。例えばほらスナック西野っていう YouTube のメンバーシップ、うん、西野さんは、あ、確かに美容室の経営者とか、うん、アパレルの経営者とか、はい、音声配信の経営者とかの話聞きながらどうなってる、はい、まさに確かにすげーってなってるじゃん。はい、スペクトしてますね。ホリエモンって、はい、対談とかしてる最中になるほどって言うと、はい、メモに入れてる。へー。で、ホリエモンって講演会が嫌いなんだ。はあ、はあははあ、で、なんで講演会そんなに嫌いなんですかって言ったら、うん、インプットがないから。アウトプットしかないから命の時間が無駄になってる感覚があるのって。つまり学びたいな。なるほどだから頂点にいるんだね、きっと。これも鶏卵の話になっちゃうけど、はいはい、そういう人たちだからあそこにいるんだと思う。いやでもだからまだ何者にもなってないのに学ばないとか情報を見ないとかもうなめんなよ、はい、なめんなよなめんなよですよ。ビジネス的に言うとね、別に人生においては別にそんなことしなくていいかもしれない、はい、穏やかに過ごすっていう人生もあってもいいけど、はい、まあ本当に起業するってどういうことかっていうと、うん、はい、例えばセミナーとかね、コンテンツビジネスで起業したってことは西野亮廣や鴨頭嘉人と同じ玉で勝負してるってことなんですよ。おお、確かに。だってお客様をそうやって選ぶじゃない。そうですね。そういうプロの世界にいるってことは、うん、ちょっと厳しいかもしれないけど、逆に知ってた方が絶対幸せになりやすいから、はい、うん、それは優しい気持ちで同じ棚なんだよって言ってあげた方がいいなと思って。ああ、本当ですね。そう、起業したばっかりだからっていう目でお客様を見ないの。うんうんうん。ああ、起業2年目の人だからこれぐらいの価格払ってあげようとか1ミリも考えない。そうですね、そうですね。お客様はお客様ですごく悩んでらっしゃるわけでしょ、うんうん、それを何とか解決したいと思ってコンテンツを買ったりするんだから、はい、自分にとって最良のものを探してるんだよね。うん、だったらプロとして同じ棚で勝負するっていう、まあ勝負にならなくても勝負してるんだという意識は最初から持ってた方がいいと思う。いやだからへこむのは当たり前なんだよ。同じ棚に並んでて勝てないんだから。いや、めちゃめちゃ熱くていい話、うん、なんかちょっともうなんか引きずり込まれてる何を引きずり込んでない何を引きずり込んでない何を引きずり込んでめっちゃこれみんなやった方がいいよ、うん、俺完全に今 YouTube の撮影だったから忘れかけてるいや私なんか今セミナー会場で来てるのかな。いやいやもうこれみんなやった方がいいよ。お己が何者かが分かる。あ、そうですね、そうですね、うん、やっぱね自己理解ない人が他者貢献なんかできないよ、うん、その通りだと思います。このプロセスよ、はい、これフレームワークすごいねフレームワークむちゃくちゃすごいじゃないですか。ありがとうございます。これを教えてるんですね、はい、これ教えてます。やば。教えてるので会社員の人でも、うん、専業主婦の人でも、うん、商品が作れる。やば。専業主婦でも作れる。すごい。だって専業主婦の人ってでもさ、はい、これちょっと僕の
感覚ですよ、はい、ニュアンスですよ、すべての人、はい、専業主婦の人ってあのものすごくたくさんいらっしゃるので、はい、一律で語れないけど、専業主婦の人って、はい、この要素を全部ちゃんと薄く持ってない。ああ、その発想の中ですと言いますと、なんか専業主婦の人って一箇所を掘り下げる仕事じゃなくて、はい、全部触ってる、確かにマルチ職業な気がする、はい、だって毎日メニュー開発してる。確かにすごい。やばない、はい、俺あんなの無理だと思う。夕ご飯とか。そう、毎日考えてるよね。はい。ほんで、まあ、セールスマーケティングはお客様に売ってるわけじゃないけど、例えば子供がごねて、はい、やだやだとか言った時に、イオンにおもちゃ買いに行こう、アイス買いに行こうとか言ったら、うんとか言って、あれも完全にセールスマーケティングだなと思って。ああ。子育てしてるお母さんってこればっかやってない、子供たちに。商品を売ってるじゃなくて、子供たちのこう目線を変えるトークとか、着眼点を、俺って完全にセールスマーケティングじゃん、うん、とかサービス提供はもうここがプロだね、はい、専業主婦の人は、はい、ここ超プロで、うん、ここもちゃんとやってらっしゃるから、学べばむちゃくちゃここ伸びると思うよ。そうですね、伸びしろはすごい。ただ専業主婦の一般的な、ね、専業主婦の方に圧倒的に足りないのは、はい、知識が足りないんだよ。ああ、そうなんですね。はい。あとは、多分、日々向き合ってらっしゃると思うんですけど、はい、お金に対する捉え方。あ、メンタルブロックですね。もう、すんごい人が多いからね。確かに。ガッチンガッチン。そうですね。私はお金など手に入れてはいけません、みたいな方が全員じゃないけどね。はい。やっぱ多い傾向にあるよね。そうですね。うん、じゃあ、ボランティアでいいんですかって聞くと、それは嫌ですっていう。わがままなんですよ。どっちなの私なんかお金もらえません、じゃあただでやってください。嫌ですどっちみたいな、はい、お金に関してはちょっとねずれてる人がやっぱり多い。それなんでか私解説できるんですけど。面白いやっぱ向き合ってる人生が多いからね。いやいや、男子はお金とモテがイコールなんです。あ、間違いない。でも女子はお金とモテが一致しない。だからなんですよ。本能的欲求とリンクしてないんだ。はい。だから例えば独身の会社員だったら、お金稼いで経営者になって成功しちゃったら、私は誰とも結婚できないんじゃないかって恐れを抱えてるんですよ。で、結婚してる主婦だったら、私が成功してしまって扶養を出てしまって旦那に稼いでしまったら、仮に旦那と離婚してしまうんじゃないかとか、子供がいじめられるんじゃないかって、これ全国を持ってるんですよ。全国を持ってるんですよ。めちゃめちゃ説得力あるけれど、はいはい、きっとその考えそのものが間違ってもいるよね。そうなんです、間違ってるんですよ。間違ってるよね、はい、そんなことないけど、はい、そう思ってるっていう事実だ。 はい、でそれがなんでかっていうと、お母さん方程なんです。ああ、間違いない。で私もお母さんの呪いだぞ。そうです、そうなんです。でそれを取り除くことをライフミッションコーチ協会ではしている。すごっ。私は最近もう分かりやすく言うために、心のうんこって呼んでるんですけど。 YouTube 大丈夫ですピー入れといて心のうんこ、もう言ってるじゃん丸にしてもほぼ発音一緒じゃないそれ気づかなかったですよ。すいません。だからそういうのが思い込みであるから、それをきれいにしないといくらこういうのが習ってできても売れないよっていう。確かに本当はセールスマーケティング力あるのに、お金を受け取れないとセールスマーケティングは成り立たない。そうです、そうです。もったいな、もったいない。だ、来てるのになんかこう自分で避けてるっていうか。あ、いっぱい見る。あります、いっぱい見る。だからてか女性でお金のメンタルブロックが全くない人、あきこさん以外と会ったことない。あきこさん最強だと思います。あきこさんみんな払いなさい。みんな幸せになれるから。はい。だから集まっちゃうんですよ。あ、そうですよね。むちゃくちゃ稼いじゃうんですよ。はい。ない分ですよ。はい。メンタルブロックが。あ、もうお結婚してますし、お子さんもいますし、もともとね、ないと思うので。ないっすね。はい。それがね、ある人がほとんどなんですよ。そう、確かに。それを女性特有の企業に関するメンタルブロックって私は呼んでいて。あ、でもあきこさんのお母さん、はい、お金の自爆ない人だ。あ、そうですか。なんで分かるんですか。あれだけ使うお母さん。あ、へー。お父さん船乗りで、はい、アメリカの会社だったから、はい、めったに日本に来ないんですよ。はいはい。で、日本に帰ってくると、お父さんが持ってきたお金全部使い果たすっていう。へー。じゃあお金は入ってきたら全部使っていいものだって教育に間接的になってる、うん、なってる、はい、
へー、だからメンタルブロックがないんだけど、やっぱお母さんの呪いですね。そうなんですよ、間違いない。その呪縛を解いてあげてるんですね。あのこの商品設計の軸では解いてないんですけど、ライフミッション、あ、ライフミッションコーチの方で、はい、呪術改正みたいですね。まああんまり内容分かってなくて使っちゃいましたけど。いや、そうそうです、すごっ。だからそれもなんかこう頑張れとか言ってもダメなんですよ。俺頑張れって言っちゃうんだよ。それも男子に言ってるからいいと思うんですよ。ああ、男子はいいから、はい、あ、そうか、女性は私が、女子は頑張れって言っても、あ、私たちのこと分かってないよねってなる。分かんない、深いところで分かんない。女子じゃないです。そう、論理的に理解はしてるかもしれんが、はい、本当のところは共感できてない。ああ、なんでなんて思う。そうですよね、うん、それはね、もうそのでもお母さんとの、はい、つながりの深い、生物と浅い生物の違い、はい、そうなのかもしれないですね。だってお母さんに言われてたこと俺1ミリも覚えてないちょっと1ミリくらいは、あ、1ミリくらいはうちのお母さんが小さい頃からずっと俺に言ってた言葉 1個しか覚えてない、はい、1個だけ覚えてる、はい、あんたは口から生まれてきたんよ。あー、すごい、ここそれをちっそうだね、そうだそうだそれそれしか覚えてないの。いやー、強みをお母様がフィードバックしてくれる。でも絶対そうだと思う。だからどっちが先か分かんない。うーん、強みだから言ってくれたのか、言われてたから強みになったのか、それは分かんないけど、だからそれぐらいお母さんの呪い強いってことだよね。強いですね。この日本中にお母さんの呪い蔓延してるんで、今せっせと掃除してると。なんかちょっと絵が見えた。そうです、そうです。なんかデルデル防水みたいな。なんかそのメンタルブロックとこの商品をきっちり作るフレームワークを分けて、あ、そういうことで分けてるんだ、はいはい、なるほど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 。あ、でもいいかもね、分けてあげた方が、はい、こっちにメンタルのことを混ぜるとちょっと、はい、論理的にせっかく説明してるのに混乱するから、はいはい、こっちはそっちはそっち、こっちはこっちでやってるんだ、はい、めちゃくちゃ、え、ちょっと待って、はい、これを勉強するところをなんて言うの。売れるヒット商品の作り方講座。あ、まんまなんだ。売れるヒット商品の作り方講座。はい、絶対いいじゃん。これやるんでしょ。これはやるんです。え、めっちゃいいじゃん。やった方がいいよ。やった方がいいよ。ありがとうございます。これを3ヶ月でザザッとやっちゃおうっていう。3ヶ月でできるならいいよ。だって10ヶ月かかったんだよ。そうですよね。うん、めっちゃ苦しかったもん、はい、まあ、勉強にはなったけど、うん、でも時短効果があるね。そうですね、これをやった方がね、はい、もちろんもしかしたら何年もやれば作れるようになる可能性はある。うちで言うと、はい、話し方の学校で言うと8年かかって今の完成なので、あ、はい、成熟させていくのは、だからテレビが昔分厚くてブラウン管が薄くなっていってスマホになったみたいに、そういうプロセスは絶対あると思うんですけど。講演家みたい日本一の講演家みたい、はい、なのでどうですか。スマホまでいかないんで、やっぱりリリースしないといけないんですよ。優しい。あ、ありがとうございます。でもそうかも、はい、え、めっちゃいいじゃないですか。売れるヒット商品の作り方講座、はい、でまずあのいきなり、ね、その何十万っていうのを作るのは、うん、めちゃめちゃこのブルーのできること実績が強い人と競合より勝てる人だったらいきなり高単価にしてもいいんですけど、あのさっき言ったみたいに女性得意の企業に関するメンタルブックが多い人はまず5万とか6万とか、何人かに言ったらその10万は回収できるような設計をして、だんだん実践ベイビーステップで、ね、そうです、そうです、そっちの方がいい、はい、でここが間違ってるんですよ、このブルーが、自己認識とここばっかりになって、でもここずれちゃったら全部ずれちゃう、全部ずれるんですよ。で全部ずれたまま商品を売ってる人を見ると、集客の塾行っても絶対ダメなんですよ。逆にこれずれてると、はい、売ろうとすればするほど苦しくない。そうなんですよ。なるよね、はい、だってセールスポイントが違うんだもんね、はい、だからカモさんが例えるなら、やってて心地いいこと喋ることじゃないですか。喋らない商品って言って、え、座禅みたいな。座禅みたいな、例えば無理みたいな、辛い、そう、毎日仕事でストレスを増やしてしまいそう、はい、そうですよね。で、カモさんが座禅売ってたらそれは買わないよっていう、今視聴者もだと思ってると思うんですよ。買う人いますよっていうことを、でも自分だと気づけないですよ。おー、なるほど。わかりました。わかりました。先生、わかりました。ありがとうございます。で、私が なぜこれが割とわかるかっていうと、もっともっと転職コンサルタントやってたので、その棚卸しができるっていうことプラス、売れるセールスマン、セールスウーマンで全国でトップクラスだったんで、もし私がその人の商品しか売っちゃいけないって。
おおおお、なるほど。売る側の立場で見たら。はい、見たときに、もし売れない商品に仕上がってたら、死ぬじゃないですか。なので死ぬのは嫌だから、売れないときにちゃんとそれは売れないって言って、フィードバックして、どうしたら、私がもしその商品しか取り扱えなかったとしたら、どうしたら売れるかっていうのを考えて、商品を作る。ので、ライフミッションコーチ協会の商品はそうやって作ってるので、私じゃなくてもみんな売れるし、喜ばれる。はい。いや、それすごいと思う。本当ですか？うん、だって、僕は自分のコンテンツもちろん今は作れますと、はい、だけど自分の作ったコンテンツをみんなが売れるコンテンツのレベルに仕上げてるかというと仕上げきれない。あ、それは仕上げられてますすでに。え、ただカモさんと同じクオリティをその人たちがすぐにできないだけで、すごく売れる商品になってるのと、カモさんほどべしゃりがうまくないので売れてないだけなんですけど、うん、あ、だから成り立ってはいるが同じパフォーマンスになるには時間がかかるよと、はい、でもそれはさっきのこのフレームワークさえすればめちゃめちゃ売ると。あ、なるほどね、はい、これうちのカモビズメンバーみんな受けさせたいな。本当ですか？まあ売り上げに悩んでる人は多分 90% 以上なんで、はい、特に起業したての人、まあ起業して違うな、もはややっぱコロナで一回ガラガラポンリセットかかってるから、うん、はい、今全員売り上げ悩んでるかも。ああ 100% まで言わないけど、はい、95% の人が売り上げは悩んでるかも今。あ、そうですか、うん、そういうタイミングかも。あ、だかまさに時代、うん、多分売れる人商品の作り方って時代が今来てる気がする。あ、嬉しい、うん、むちゃくちゃなんか夜も眠れないぐらい悩んでる人多い。ああ、じゃあ、うん、ぜひ届けた方がいいですね、これね。ありがとうございます。これ YouTube いっぱい見てほしいですね。ああ、ありがとうございます。いやいや、悩んでる人に見てほしい、はいはい。悩んでない人は別に見なくても。今、そうですね、悩んでない、うん。悩んでない人はもう今まで見た時間が損です。で、私はセールスマンだったら思うんですけど、売れる商品を手渡されたセールスマンほど楽なことがない。確かに。でカムさんは売れないバナナだって売る力あるじゃないですか。はい、そんな人ほぼいないですよ。ほぼいないですよ。僕もいきなりこれ売れって言われたらバンバン売ってきます。そうですよね。全然売れます。で、それはほとんど無理なんですよ。これ綺麗に剥がしていただけ何枚使えるか分かりますか。ほとんどの人はこれ気づいてないんですよ。でもずっと一番最初の1面目使ってるんですけど、これを剥がした時の生産性って1日に換算すると46分、これが10年間でとか説明し始めたんですよ。もう素晴らしいんですよ、うん、それは私は持ってないです、その能力。うん、僕はもう多分先祖がバナナの叩きを打ったそうなんですよ、はい、大丈夫、私しか笑ってなかったですカットでそう、そんな人だから口から生まれてきたってお母様がおっしゃったっていう、はい、それがほとんどないので。いや、でもこれむちゃくちゃいいと思う。ありがとうございます。うん、起業したって、だからあれね、うん、これがバッチリ色がついた人以外はみんな受けた方がいい。ああ、確かにそうかもしれないですね。うん、絶対受けた方がいい。だからこの人は絶対受けないからね。そうですね、この人は。この人は絶対必須。はい、起業したいなんです、ね。そう。で、この人は、今の売り上げでいいなら、受けなくてもいいかもしれないけど、うん、ね、次のレベルに行くなら、絶対やった方がいい。そうですね。うん。こっちに行かなきゃいけないです、ね。うん。やっぱり、その人のマックスパフォーマンスは、ここでしか発揮できないから。うんうんうん。で、僕みたいに、まだ商品作りには手前で、ここでなんとか生きながらえるっていうのは一つの生存戦略であるんだけど、やっぱりここに行かなきゃダメだね。いずれはですね。でもこう今日このステップがあるって知っただけでも。確かに、うん。考えたことなかった。こんな風には。嬉しい。とりあえず商品作れないからフランチャイズやろうはあった。ああ。それはあった。ただ、独立した時の方が間違ってたの。商品作れると思ってた。ああ。でも作れなかった。実際は。実際は、うん、カモさんですら作れなかったから、言ってみれば講演会1本の90分喋れたわけ、はい、で喋れちゃうから商品を作れたと思っちゃったの、うん、あー、そういうことか。そうで、喋れると商品が作れるは、はい、似て非なるものだってことに後で気がついた。それ何年目で気づかれるんですか？2年目それは2年目で気づいたきっかけは何かあるんですか？単価が上がらないなって。あー、でもそうだね、単価、うん、
明らかに。このまま講演家で1回の講演5万円で、ね、5万円で例えば1年間に200公演ってすごいじゃない。めちゃめちゃすごいです、ね、それでも1000万しかいかなくて、まあ、トップが2、30万っていう世界ですもんね。そう、5万円だと100回公演で500万でしょ、はい、200回公演で1000万じゃない。確かにそれしかいかないの。1000万ってすごいんだけど、はい、言っても200公演でさ1000万ってもう頭打ちじゃん、はい、この後体力をしたら落ちるわけでしょ、はい、いや体力だけじゃなくて、たまたまね、もっと自分と同じカテゴリーで人気の人が来たら終わっちゃうって分かるから、はいはい、これはなんか単価を上げていかないともう体力的、いやその時は体力あったのよ、はい、じゃなくて社会貢献活動やりたかったのよ。本当にやりたいのはハッピーマイレージの普及だったし、今で言うとチップなんで、はい、それをやる時間が全く取れないわけ。それが嫌で嫌で、はい、だから俺は仕事だけやってていいわけじゃないんだって自分の中ですごくあって、はい、だったら単価をガンと上げて社会貢献活動する時間も取らなきゃいけないし、うん、俺欲張りだから、はい、家族と遊ぶ時間とかも欲しかった。大事。そうで、こっちをキープするって考えた時にビジネスのパフォーマンス、つまり単純な売り上げじゃない、時間あたりのパフォーマンスを上げるっていうのは必須だったんだよね。へー。でその時にやっぱり商品作りができないと、仮にビジネスで売れて利益出せても、うん、プライベートはなくなるっていうのは分かる。あ、まあ、でもその400公演とか800公演とかにはできないことが分かってたんですよね。だから、まあ、もちろん男性でもそのプライベートも含めた自分のライフのバランスを取りたい方と、うんうんうん、女性は絶対に商品作りできた方がいい、はい、いやー私もそう思うんですよね。絶対だって時間あたりのパフォーマンスを上げないと女性は綺麗になれない、うんうん、おー、なれないよ。ちょっと今こう来ましたけど、その途中を、あ、要は、はい、どんなに売り上げが上がってどんなに利益が出せてどんなに人を集めてもクタクタになるまで働いたら絶対ブスになるのなるじゃん。クタクタで働いたらイコール絶対ブスだよもうむちゃくちゃ体張って働いてる女性が社員がちょっとぽかしたらなんていうか、はいはい、何やってんのよ、あーってイライラします。それ何かの今笑顔浮かんでるいっぱい、まあ、うちのカメさんそれないけど、はい、いっぱいそういう女性見てきた。うん、かわいそう、かわいそうっていうのは上から目線だな。いやいやいや、もったいない。うん、もっと綺麗に生きていいと思う。へえ、うん、でもやっぱりいるのよ。やっぱもう年々美しくなっていく女性だから、うちの感想やっぱそうで何ちゅうからどんどん綺麗になっていくわけ。マジで、もう10年前より今の方が綺麗だから。なんでかっていうとビジネスのやり方が変わったからだよね。どう変わった？だってもともとマクドナルドじゃん。でその後マクドナルド、要は2人子供が生まれて東京で、あの自分の親が近くにいないから、はい、時間短縮勤務になって、それでも実家に孫を見せに行きたいから、うん、今度アルバイトに変わったわけ。へえ。だから社員時間短縮勤務アルバイト、その時はもう毎朝、はい、俺これ言うと泣きそうなんだけど、はい、あの子供を前のカゴと後ろのカゴに乗っけて保育園行ってマクドナルド行って、はい、で、ね、子供が調子悪くなったらマクドナルドに電話かかって、うん、もうくっそ忙しいピーク時間帯に店長すいませんっつって迎えに行かなきゃいけないわけじゃん。わかる。それで1ヶ月死ぬほどもうぐちゃぐちゃになって働いて、夜カンナになってもう子供がなんかお腹空いておっぱいでそらって煮卵おっぱいあげてリアル見てるからさ、はい、これで月15万なんだって思うと切なくて。わかる。もう何なんだろうこの世界って。別に俺自分は体験してないけど、はい、何なんだろうこの世界と思って。でも今うちのかみさんは朝の9時までしか働かなくて、うん、まあ年商6000万すごいもう自分で稼いだお金だからさ、うん、別に鴨頭よし人にごめんねとか言うこともなくて、うん、あまり言いつけたら見たことないんだけど、まあ当たり前だよね、うん、だって自分でそれで価値を生み出してんだからいくら使ったっていいわけじゃん、はい、したらもうどんどん綺麗になってるじゃん、ストレスもないし。やっぱね、あの女性っていうのはいろいろこうね、いろいろ年を重ねるとコスパが悪くなるわけじゃないですかそうですね、まあ、寝てるだけで元に戻らないわけですから、いろいろなところにお金を使った方がいいと思うので僕は、はい、だから綺麗になるためにはビジネスは学んでほしい。あー、確かに、うん、だって学ぶことによって綺麗になれるんだから。女性にとって綺麗になるための投資以上に価値ある投資ってあんの？へぇー、本人。い
いや、ないと思います。ないよね、はい、だってブスになって稼いでどうするの？どこに行きたいの？綺麗になるために稼ぐんでしょ、はい、絶対そっちの方がいいと思う。そのためにはただ稼いだんじゃダメで、やっぱり効率よく稼ぐっていうスキル絶対必要だから、すごい重要だと思います。これですよ、これです。まさにちゃんと商品作って、ね、でちゃんと求めてる人にだけ売って。私今2歳の娘がいますが、やっぱり子育てしてて忙しいので、ちゃんと商品作ってます。そうだよね、はい、商品ってある意味、はい、自分がビジネスパーソンとして生み出した子供みたいな存在で、そうですね、そうですね。で、この子たちが活躍してくれることによって、はい、ファミリーがハッピーになるよね、はい、っていう感じだよね、はい、これもう本当女性起業家の人絶対ここまで行ってほしい。いやー嬉しい、うん、だからたくさんの人にやっぱり商品を届けた方がいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この辺 YouTube が今商品作りに悩んでる人や、はい、もっと商品を作りたい人や、はい、そもそもあこんな考え方があったんだって今気づいた人にとっては最高のチャンスになってると思う、はい、嬉しい。え、ちなみに何だっけ、売れるセールスマーケティング、売れる商品作りセミナー、売れるヒット商品作りセミナー、講座、はいはい、セミナーは、はい、なんか概要欄かなんかに、はい、概要欄、あ、じゃあそちらの方でチェックしていただいて、はい、商品作り、もう一からやりたいという人とか、はい、ゼロからやりたいという人はぜひぜひ、商品作りセミナー参加してみてください。はい、こんな感じで、はい、それでは、本日のカモチームのゲスト、商品作りの女神加納理恵さんでした。ありがとうございました。せーの、いいね、綺麗になれるあなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。